はようございます。おはようございます。太鼓芸能集団鼓動の池永レオ亮太郎と小松崎翔吾です。さあ皆様、年の瀬でございます。はい、いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、はい、年末、特大号ということで、はい、このハートビートラジオ映像付きでお送りしていきたいと思います。行ってみましょう。はい、まあ、せっかくね、あの年末特大スペシャルなので、はい、まあ、今回は僕ら2人だけではなく、まあ、他の、鼓動のメンバーもどんどん交えながら話をしていけたらなと思います。皆さんね、寒い日が続いてますから暖かくしてこれ見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、はい、今年もね、まあ、今年は特に、うん、あっという間の1年でしたね。もうだって、まあね、冬というか佐渡どんどん雪が ね激しくなってますし、なんか1年振り返ってあっという間だったけど濃厚すぎてね。そうですね、このラジオもそうだけど逆にね、まあ、新型コロナウイルスの影響で、公演がなくなったことによって、いろんなチャレンジができるようになったりとか。そうだね、まあ、挑戦の年でもありましたね。僕らにとってねすごく良かったこともたくさんありましたね、あっという間でしたね、まあ、来年もね、まだまだ頑張っていきたいと思います。よし、まあ今日ねだから、まあフリートこれぐらいにして、いろんな人からね、今年振り返ってどうでしたかみたいな話いろいろ聞けていけたらいいなと思いますね。はい、じゃあ行ってみましょうか。それでは参りましょう。ハートビートラジオ行けました。行けましたね。行けましたね。これは、はい、今日みんなで言いましたからね。はい、はい、映ってない皆さんも声を出していただきましたけど、ガヤマイクね。マイクガヤマイクという呼び方で果たして正解なの合ってる。あ、そうなんですね。最近ね、登場しましたけれども、はい、ガヤマイク使っておりますので、ね、はい、そこも楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、では、早速一人目のゲストお呼びしましょうか。でいいんですよね。いいんだよね、呼んじゃって。もうちょい喋った方がいい。相変わらず台本をちゃんと読んでないいや、ここでのやり取りでやっぱ大事にしてるからね。はい、はい、では一人目のゲスト、はい、じゃあ呼び込みお願いします。それでは来ていただきましょう。この方です。住吉裕太くん、お願いします。お願いします。はい、どうぞ。お願いします。裕太くん、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。裕太さんは、もうラジオ何回目かな、3回目とか4回目ぐらいですよ ね。結構出てありがとうございます。てるんですけど、まあ、話すことねありすぎて毎回尺足りない。尺足りないですよ。話しすぎちゃうんだよね。気づいたら1時間とか平気で経ってるからさ。そうですね、もっとねディープな話そうよリスナーを置いてけぼりにするっていう企画も、ね、その企画やりたいですね。今度やりたいですね。ひたすらこっちがねマニアックに話してくる、最高じゃないですか。さあ、はい、ゆうたさん、はい、今年をまず振り返って、どうでしたか、今年は。いや本当今年はすごいね特別な年になったなって思ってて、まあ、特に前半部分は新型コロナウイルス感染症が流行し始めた頃、まあ、自粛とかもあってすごいなんかいろいろ勉強できたなと思ってて、個人的に。で前半部分でしっかり勉強できて、で9月以降はなんかすごいいっぱい出会いがあって、なんか鼓動の本体のツアーとはまた別で動いてたんですけど、まあ、そこでいろんな人に出会って、なんか、自分の音楽観もそうですけど価値観がすごい変わった1年だったかなと思ってます。そうですね、まあ、勉強したっていう、ね、やっぱり音源というかあの録音とか そういったことを、メインはやっぱりそういう録音エンジニア的なところと、やっぱり音楽もやっぱりいろんな音楽を聴く時間があったりとかして、すごい自分の音楽性も磨く時間が取れたかなって思ってます。まあ、あとはついにあのユニットが本格始動というかね、ついにねされましたよね。まあ、ここ外しちゃいけないなと思うんですけど、確かにやっぱりケンタタクユータタクのケンタタクユータタク行かせていただきましたね。速度が上がってきましたね。後半にかけて、はい、本当はあれで今年ツアーしたかったんですけどね。あ、そうかそうかそうか、まあ、今回はまあ一発だけだったんですけど、それも相当いろいろ感じる部分が、ありましたし、なんか次が見えた、あ、次見えた、次見えました。楽しみじゃないですか。なんか次の動きとして
あるんですか、ケンタタクユータタクは。まあ、言える範囲で、あ言える範囲で大丈夫なんで、言える範囲で、言える範囲で、範囲で全部言える範囲なんですけど何も決まってねえからでもなんかアルバムとかやっぱり出したいなと思ってて、いい、ね、やっぱり自分らでも音取れるようになったんで、うん、そこはどんどんスピードアップしていきたいというか、だってかかる費用が電気代ぐらいみたいな、ね、そうです ね自分たちの中から湧き出てくるものを形にして売るっていうことだから、うん、なんかそういうのはどんどんやっていきたいですし、うん、まあ、ケンタタクユータタクはもうある意味何でもありみたいな感じになってきてるんで、まあ うん、そこでなんかどんどん自分の表現、うん、なんか住吉ユータとしての表現みたいなのも、うん、まあ、どん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 深めていけたらいいかなと思ってます、うん、はい。この前の新潟でやったケンタタク、うん、ユータタクライブも、はい、あの演出の方に入ってもらって、そうなんですよ、なんかすごい僕映像しか見てないんですけどすごいあの衣装とかつけたりして、うん、面白そうだったんですけど、ね、今までずっとスケンタタクユータタクだったうん、うん、なんかもう人間性のみでやってるみたいな、 ままね、なそれはなんかそれでやっぱりずっと続けていきたいなっていうのは思ってて、はい、でなんかある意味さっきも言ったみたいに僕らってやっぱりコンセプトがないんで、うん、今回はその大阪、大阪じゃない、関西の一平さんっていう普段そのジャニーズとかそれこそアイドルとかの、うん、まあ、すごいでかい舞台の演出をされてる方にこんなこじんまりした僕らの演出していただいたんですね。で僕らもその別に何でもやってくださいみたいな、うん、何でもやるんで、うん、でそしたらもうほぼもうみんなが好き勝手やり始めて、うん、各セクションで、ね、まず演出家の方好き勝手やり始めて、うん、で照明も、うん、照明さんも菅原さんがもう、うん、あ、はいはいはい、新潟照明技研の菅原さんが本当、ね、好き勝手やってくださってね、昔からね、はい、お世話になってますけれども、でジョイアミーヤっていう新潟の、まあ、ライブができるレストランみたいなところでやったんですけど、はいはいはい、そこの音響さんも、うん、もう好き勝手やってくださってここの低音なんですけど、あの巨神兵が やってくるみたいな感じしてもらっていいですかって、あ、分かりました、分かるかいそしたら分かる音響さんでよかったな、そしたらね、ほんともう都営音が、うん、あのね、ライブ配信だと伝わんないんですけど、そうだよね、生で見たらね、うん、こうキックバンって踏んだだけで、うん、ドーン小屋が揺れてる、大太鼓なんじゃねえかみたいな、そうそうそう、うわこれ最高っすねみたいないや、だいぶあのインスタグラムも好き勝手やってましたよね、解説しちゃってんのよ知らない間に、びっくりしたわ、あの行動 SNS ではちょっとできないかなっていう、そう、あのそう、そういうところ狙っていこうかな、はい、個人アカウントと公式の間ぐらいのストーリーズ何個投稿するんだってぐらい、あの1日1000目指してない、1日1000ポスト目指してたからでもね、150はいった、うん、いやだからもう要チェックですよね、うん、要チェックです、結構初めてですから、こうやって鼓動から独立して、うん、ケンタタクユータタクというユニットでインスタグラムを開設してね、うん、であの音源ももう出したよね、はい、すごい速度で、そうですね、2日で作ったアルバムがリリースされてますんですごい、そこも注目ですよ、まだ知らない皆さんいるかもしれないんで、あ、本当ですか、ぜひね、はい、インスタグラムとね、あ、そうそう、スポティファイでケンタタクユータタクって検索してもらえれば、はい、本当にいろんなストリーミングサービスで聴けるので、うん、ぜひ聴いていただきたいですね、楽しみじゃないですか、来年も、来年はね、もうちょっと作り込んだアルバム、うん、作り込むんだ、前回のはね、うん、作曲してないからアルバムがその場でできたものですもんね、作曲なしのレコーディングだったんで、今度は、ね、作曲したいなと思って、いいじゃないですか、うん、いやケンタさんの方にも結構注目だよね、来年どうなるか、ね、だって今年でもさ、あの一弦のベースから始まり、うんうん、二弦になりました、二弦になりでトマト缶を使ったまた弦楽器、うん、あれもケンタさんバラードって自分で言ってましたけど次はね、何来るんだろうなってワクワクしてるんだよ、ね、弦楽器も作っちゃいましたからね、すごいよね、めちゃくちゃ楽しみじゃないですか、ケンタタクユータタクケンタタクユータタクの話ばっかりじゃねえかごめんごめんごめん、この話が面白すぎていつも話なんだ、うん、まあ、ユータとして、はい、こっから先、まあ、来年の方向性というか、うん、来年はその6月に浅草で、うん、歩みっていう舞台を演出させていただくので、はい、うん、なんかそこでまたそこに還元したいなと思ってて、そのケンタタクユータタクとかではしゃぎまくってる部分を、うん、こうギュッとこう凝縮して、うん、なんか鼓動の舞台に還元した、なんか、まあ、いつもの鼓動を見たっていう印象もありつつ、うん、なんかやっぱ尖ってんなみたいなちょっとこう普段の舞台じゃできない
なんか構成だったり、うん、なんかちょっとこう偏りのある内容にしたいなと思ってて、やっぱり 曲数とか曲の尺とかも、うん、やっぱりすごいバランスっていつも取る癖がどうしてもあるんですけど、うん、そこをあえて崩していくみたいな、うん、60分しかないのに大太鼓20分あるみたいな、うん、なんかそういう風にしていきたいなって思ってていいですね、はい、人数も少ないですしね。そう7人なんで、花屋敷さんのところなんですけど、僕行ったことあるんですけど、結構劇場としては僕らが普段やってるようなとこよりはかなり小さい空間で、なのでなんかいろんなことできそうですよね、うん、あそこすごい可能性あるよね、うん、やっぱり近くで見てもらえるっていうのが僕らにとってもすごいね、やっぱり遠くで見てもらうっていうのと近くで見てもらうってなるとやっぱり表現自体が変わってくるなってすごい、剣叩く、ゆうたたくとかやってみてっても思ってて、剣叩く、ゆうたたくこの間やった時はもう本当に目と鼻の先にお客さんがいるから、なんかやっぱりちょっと一発打つ前にこうやってやるだけでもなんか持つみたいな、でも1500のキャパだとこうやってやっててもやっぱり端っこのお客さんから見たらすごい散漫な感じになる、それをなんかね、なんかちょうどいいなと思って、その花屋敷のサイズが、うん、なんかそういうところもちょっと挑戦していきたいなと思ってます。いいじゃないですか。あとね、音源の方も、うん、引き続き ね、はい、うん、引き続き、まあ、あのアートリストっていう、うん、その僕らの音を自由に、はいはい、クリエイターの皆さんが動画の、まあ、音素材として、まあ、サブスクの、うん、サブスクでこう買えるみたいな、うん、サービスに投稿というかアップロードし始めたので、うん、その辺もちょっと充実させていきたいなっていうのがあるのと、うん、いいじゃないですか、うん、はい、あとまあ王道のちょっとあの新種がね、うん、変化球すぎておお前らどうしたみたいな感じになってるんで、やっぱり今の自分たちが出せる、うん、まあその太鼓アンサンブルの面白さみたいなのをちゃんと凝縮したアルバムを出したいなと思ってます。来年やることいっぱいありますよ、ね、いっぱいだね、やることいっぱいあるな。でも自分たちで自分たちをこう忙しくしてるというか、確かにね、やっぱ今年分かったのは、うん、そういう人種というか、うん、なんか常に生み続けないと、うん、創作し続けないと、うん、なんかダメになっちゃうんだなってすごい分かりました。病気になるよね。そうです本当に。だからなんかもう次から次へと、うん、ね、ゆうさんなんか特になんかいろんなチャレンジを、そうだね、うん、してますよね、うん、まあ、何よりこういう環境でねできてるっていうのがやっぱり一番幸せなことだし ね、うん、やっぱそここいて何も作んないってのはないでしょって、ね、ないでしょうね。こんなところだってねすごく恵まれてますし、ここから作っ今の時代にこういう環境で僕らが出していく音っていうのは結構やっぱり意味があるなってすごい思うよね、うんうんうん、すごいそれは感じるかなと思います、うん、なんか音源も、まあ、王道王道王道ってそもそも何そう僕らの中ではさ王道って言ってるけど、まあね、見てる人にはあれだけど、ワンアースツアーとか、まあ、そういった舞台でやってるものっていうことですよね、うんうんうん、なんか鼓動って皆さんが聞いてこう思い浮かべる、うん、そういった音源からもう本当に独創的というかもう尖ってる尖ってるっていうんですけど、そうですね、まあ鼓動としてもそうですし、まあ剣叩く、ゆうたたくっていうユニットとしてもそうですし、あの住吉ゆうたっていう一人のなんか音楽家としての発信とか、本当にいろいろ来年やります、いっぱいやりますんで、いっぱいやります、うん、いいじゃないですか。皆さん期待してください、お願いします。はい、最後にじゃあゆうたから一言、見てくれてる皆さんに何かあったら、あ、これかどれでどれで、あ、それね、どうぞどうぞ、はい、来年も住吉ゆうた、剣叩く、ゆうたたく、鼓動をよろしくお願いいたしますはい、はい、住吉ゆうたさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。はいはい、では続いてのゲストをお迎えしました、小野田太陽くんです、よろしくお願いします、お願いします。はい、はい、あ、大丈夫かこのテンポ感よろしくお願いします、はい、太陽くん2回目の出演、はい、だよね、はい、さっき話してたんですけど、うん、全く覚えてないっていう、ね、寂しいじゃないの僕初めてだよね、初めてです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はしっかりとね、傷跡じゃない爪痕、爪痕ね傷跡っていうとね、とのはちょっとあれだからね、違う方が、はい、鶴さんになっちゃうんでね、はい、出しちゃった名前出しちゃった、はい、はい、
とにかくじゃあ太陽くん今年を振り返って、はい、はい、うん、まずあそうですね、今年を振り返ってみて、うん、太鼓以外にできなかったことをいっぱいやらせていただいて、うん、例えばその学校でしか学校でやってた動画編集をなぜか古道に来てからやるようになって、学校ってその古道、うん、はい、に来る前に、ね、古道来る前に、うんうん、はい、あのアメリカの学校でやってて、はい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 、授業の一環としてやってたことをなぜか古道に来てやることになって、はい、とても貴重な経験、やる機会があったってことね、はいはい、強制的にやらされたってすごい、いやいや、なんか感じた、いやいやいや、めちゃくちゃ、はい、楽しくやらせていただきました。ってアースセブレーションの、うん、例えば、はい、動画の編集ってことだよね。動画の編集だったり、はいはいはい、で、あと一番最初にやったのが3月の研修生の宿根木動画が初めてだったんですけども、はい、そうなんだ、あれを皮切りにいろんな動画編集をさせていただいて、研修生の、はい、というか、あれを宿根木公園、はい、公園の、うん、あのみんなで歌ってる、うん、動画だよね。そうです、はい、今年 ね、開催できなかったからっつって、はい、みんなであれ出てますよ、ね、出てますよ、そうだよね、歌ってます、ありがとうね、はい、うん、あそうなんだ、はい、あそっから、まあ、新型コロナウイルスの影響で、うん、まあ、公演がなくなって、はい、アセレーションが全部オンラインになったと、はいはい、はい、まあ、そこでも大活躍、うん、ですかねちなみになんか印象に残ったその動画の編集というか、まあ、基本的にね、あのオンライン、まあ、このラジオもそうですけど、うん、編集から撮影録音、うん、もう全部基本的にメンバーでやっていて、うん、太陽くんも大車輪の活躍というか、うん、クリエイターチームの一員としていろいろやってもらってたんですけど、うん、その中で印象に残った、印象に残ったのは、佐渡のドライブ探検隊ですね。それが なんて言うんでしょう、本当にちゃんとした番組を参考にしてというか番組っぽく作るっていうのが、うん、まあ、全くもっと新しい経験 で、うん、でそれをどうやって面白くするのかっていうのがすごく難しい課題で、そうだよねここみんな出てますよね、出てる、あの佐渡のドライブ探検隊、はい、小松さんは石名天然杉ね、うん、一番外ロケっていうか過酷な岩場行ったりとかしたやつね、あれで出ましたけれども、なんかもうだからアースセレブレーションさやってみて、はい、あテレビってめちゃくちゃ大変なんだなみたいな感じたんだよねもういろんな人が関わっていろんな工程があって、うん、そうで編集するとさ、はい、テレビの見方とかも変わるでしょ、あ待ってこういう話した、大丈夫今日こんなんで、こういう話してるよねみんなね、だけどどう変わるでしょ、めちゃくちゃ変わります、あここで多分編集してんだろうなみたいな、あるよね、ここ使えるなみたいな、ね、うん、でもそれすごい舞台につながることで、はい、かもね、それはやっぱ間とか、うん、やっぱテレビとか、うんうん、飽きさせないやっぱ演出だったり編集とかをしてるわけじゃないですか、うんうん、だから自分たちがその佐渡ドライブ探検隊というか、あの何、えもはや演奏じゃないじゃないですか、そうだ、ね、喋って歩いてみたいな、僕らが旅番組のなんか、出てる人としてやる、そうそうそう、話すっていうのはやっぱすごい難しいし、うん、あなやっぱ勉強になりましたよね、うん、構成がまずすごいなと、すごく難しかったですね、はい、うん、なるほどね、うん、自分はどこを担当したんだっけ、僕は、相川の、佐渡金銀山編を担当してました、はい、なるほどね、こうきくんとか出たですよね、そうです、はい、草陽介さんとかね、三浦智恵ちゃんとかですね、でもそのやっぱり佐渡を知るいいきっかけにもなりましたよね、うん、はい、うん、めったに行けないですからね、ああいうところは、 でそれにその僕らの会には、その佐渡市の方に来ていただいて、うん、学芸員の方に来ていただいて、うん、いろいろ教えていただいて、うん、こういう歴史のこととかも教えていただいて、うん、とても貴重な機会でした ね、 そうだね、はい、これあれ、まあ、またやりたい、そうですね待って待って、編集、え編集、そう編集、編集、編集、全部、ね、全部全部編集も全部、ね、全部全部またやりたいです、ドライブ探検隊とかどう、はい、もう一回、もう一回やってみましょうまあでもね、やってみましょう、なんか、うん、いろいろつながるといいですよね、そうなんだよ、あの佐渡の人たちと協力して、うん、それ佐渡の魅力をね、うんうん、発信してそれ、そうよね、そうですね、もっと佐渡市とこう絡めていきたいですね、そうね、はい、うん、やっぱ今のね感じだとちょっと佐渡に来るっていうのは難しいと思うんですけど、うん、やっぱ将来的にね、うん、やっぱね田舎っていうのはやっぱすごい魅力的だなって思う一
人が増えるんじゃないかなと思って。そう、佐渡市の方ともこれからもっとねタッグ組めると思うし、僕らせっかく佐渡からこうやってものづくりしてツアー出てるけど、佐渡を知ってもらうっていうこともあるし、僕らの使命でもあると思うし、うんうん、こういういろいろ映像作品、作品というか映像のコンテンツができるようになったから、うん、どんどんもっとあのエラ波をこう伸ばしていけるんじゃないかなっていうのすごい思うよ ね、うん、まあじゃあそれは太陽くんがやってくれるということで、うん、ありがとうね、引き続き頑張りましょう、はい、一緒にお願いします、ね、じゃあちょっと来年、あいいね、ね、あの太陽、まあどのようなことをされますかというか、もうちょっとなんか資料が置いてあるんですけど、来てるんだけど、はい、来年は主にこの、古道太鼓の学校という新しい、プログラムをちょっとじゃん、はい、来ました、企画しておりまして、はい、アピールして、はい、をこちらを、主に講師陣の一員として、参加させていただきます。あら、はい、講師の、メンバーは時代順。阿部芳恵、はい、そして中込健太、はい、で私も、参加しております、はい、一クラス 5,6 人程度の、授業を、うん、5ヶ月間19回のレッスンに分けて行う予定であります、うんうん、すごいね、はい、いやこれはだから古道が教えるオンラインの太鼓の学校ということでいいんだよね、はい、そうです。で2021年5月、うん、第0期0期です、はい、ですね、まず第最初の、はい、はい、まだ、ね、はい、まだ何もって言ったらおかしいんですけども、うん、ここからやっぱり作っていく段階なので、うん、まず0期の皆さんと一緒に、この太鼓の学校の枠組みを一緒に作っていけるような風にしていきたいなと思っております。トライアルシーズンって書いてありますね。はい、一クラスは 5,6 名で構成、うん、レッスンは日本語と英語で行います、はい、受講者によりいずれか一つになることがあります、はい、すごいね、うん、いや結構大変だよ、ね、同じ行動内にいるけど、うん、本当に僕たちなんかいろんなことをみんなが自主的に、うん、多発的に進めているから、うん、僕実はあんまりよく分かってませんでしたあのねこれね、うん、私講師の中には入ってないですけれども、うん、中身作りの中に関わらせていただいておりまして、うん、これはねなかなか挑戦的だし、もう太鼓の学校って歌っちゃってるから、うん、僕らの中でももうまさに今ねどういうなんていうの理念というか、うんうん、この企画自体の、はい、ものを持って皆さんとつながっていくかっていうところすごい話してるよね、はい、うん、今絶賛カリキュラムをこう練り上げてる途中でして、そうなんです、まあ、また先輩たちのヒアリングとかを行って、うん、こういうことを大事にしてるよっていうのを、うん、まあ、私たちも勉強して、うん、でそれを今度自分たちの言葉に直してどうやってオンラインで言葉で伝えていくかっていうのを、うん、はい、勉強中ですね。オンラインなんですよ、はい、でこれもう一個の魅力として、まあ、今こういう状況ですけれども、まあ、それぞれ対策をしながらだけれども佐渡に実際来ていただいて、はい、シーズンのいいタイミングで太鼓キャンプといってね、そうこのオンラインでいろいろ学んできた仲間たちと佐渡で合流できるみたいな、結構ねこれ熱いんじゃないかな。いやだって今までね教えるっていう、まあ古道の外の人たちに、うん、まあ、ワークショップ以外っていう形で教えるってことはほとんどっていうかほぼなかったっていうと思いますし、 やっぱり教えるってことはすごい難しいこと、うん、やっぱ責任もすごいありますし、古道内でもすごいみんなの共通認識を確認し合ったりとか、やっぱり僕たち常に学び続けたいというか、自分たちも教わる身ですもんね、常にいろんな先生方に会ったり、そうだね、まあ、いろんな芸能を勉強したりって、やっぱその姿勢を絶対崩したくないっていうことが今まであって、うん、まあ、まあやっぱり教えるってことを、まあここまあ、オンラインという、ね、形でできるようになったっていうのも大きいと思いますけど、うん、ここにたどり着くまで もうすごい時間がかかって、そうですね、古道として ね、 で今もまだ試行錯誤してるんだよね、うん、まだまだ全然、ね、はい、今その枠組みを作っていくために、例えば教材動画とか、うん、まあ、その先ほど話してた動画編集とか の、 まあ、技術というか、なるほど、そこでも活躍してるんだね、はい、教材動画を、はい、作らさせていただいて、でそこをそれを取ることによってまたカリキュラム内容がだんだん固まってきているので、まあ、どういうふうにどういった内容だったら皆さんに楽しんでいただけるかとか、どういうふうにメッセージが伝わるだろうかっていうのを毎回毎回頭をぶつけながら考えております、ね、うん、いやでもこれ自分もう古道の中の人が言うのもあれなんですけど、うん、面白いんじゃない、うん、もう僕が太鼓ファンだったら、はい、いやちょっと
やってみたいなって、そうだよね、思うので、ぜひぜひ皆さん、これ詳細は、はい、詳細は太鼓じゃない、すいません、鼓動のウェブサイトに、うん、はい、太鼓の学校というページが、はい、今日できました。あ、今日、今日なの、はい、今日できました。あら、この今収録してる日ですか、ね、今日、はい、収録された日に、はい、はい、公開されましたので、はい、鼓動太鼓の学校と、はい、ウェブでサーチしていただければ出てきます、はい、じゃあもう皆様今検索していただいたらポンと出てくるということで、いいね、こういうチャレンジいいと思いますよ。ありがとうございます。これやっぱさっきも言ってたけど、面白いのはゼロ期っていうところで、はい、本当に参加者の皆さんと最終的に内容を固めていったり、ここに来たから何か一つのことを学ぶじゃなくて、これだけたくさんの講師がいるってことは、いろんな人の太鼓に対する価値観があっていいんだと。だけど佐渡で僕らが共通、さっきもね亮太郎言ってたけど、うん、共通の感覚みたいなものもあるよと。だから本当に鼓動の真を感じることもできるし、その人一人一人のなんか体に合った教え方というか打ち方というか、まあ、その人も感じられることになって、画面上でなかなかこうやってつながれるっていうことないし、はい、結構質問したりしてね、はい、なんかいろんなマニアックな質問にもきっと答えてくれると思うんですよ、はい、お願いしますよ。もちろんです、はい、そうですね、その太鼓の魅力の一つだと僕は思っていて、うん、そのもちろん見せる太鼓っていうのもありつつ、つながる太鼓っていうのが、うん、まあ、自分がそのアメリカにいた時に一番感じていたことで、うん、太鼓を通じてこうコミュニティができていくとか、輪がどんどん広がっていくっていうのが、うん、やっぱり太鼓のもう一つすごく大事な要素だと思っていて、うん、でこの状況の中でそれがライブというか実際生の現場ではできない中で、どうやったらそういうふうなつながりを維持できるかとか、どういうふうにそういうことを皆さんと一緒に体験できるかっていうのを、まあ、今でももちろん模索中なんですけども、うん、それがこれがその模範というか、それがスタートになってくれれば幸いだなと思っていて、うん、こちらも全力でそういうふうな場を設けたいと思っております、はい、いいじゃないですか、ね、ワンアースですからね、つな、うん、がることがやっぱもう本当そうよね、使命なんで、うん、太鼓の鼓動太鼓の学校2021年5月第0期開校いたします、はい、ウェブでね詳細はありますので、うん、皆さんぜひチェックしてください、はい、はい、では、はい、太陽くん、なんかこれ太陽の紹介じゃなくて太鼓の学校の紹介みたいになっちゃったけど大丈夫ですか、こんな感じで。大丈夫です、大丈夫です、いいの、はい、僕はここにも参加してるので、うん、はい、はい、メッセージ言っときます、皆さんに、じゃあ最後に、あ、じゃあ最後、はい、うん、俺が締めちゃったよ、そうだ、ね、太陽のゲストの会なんだ、はい、お願いします。じゃあ皆さんに向かってメッセージお願いします。皆さん体調に気をつけて元気にお過ごしください。ありがとうございました。真面目だよね、本当に真面目か、はい、ね、じゃあ太陽ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、はい、じゃあ次のゲストを呼びたいと思います。はい、次は、次のゲストはですね、はい、はい、小島千恵子さんです。小島千恵子さんです。はい、千恵子さんどうぞ、よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、千恵子です。皆さん今年はどんな風にお過ごしでしたですか？お元気でしたですか？はあ、私はこのようにめっちゃ元気に過ごしていました。茶道を満喫いたしました。紹介をしないしないね、あれね、あちこち行けなかった分、うん、今年は茶道をもうたっぷり味わって、またまた佐渡が大好きになります。ああ素晴らしいですよ、こんな佐渡で本当に暮らせてよかったなと思っています。うん、3歳戻ってましたもんね、うん、そしていろんな準備もできました。ラジオデビューでしたよ、一つはね、今ここね、はい、ん、何ここ、あまあそこにはルナちゃん、私のマイ太鼓ルナちゃんがいるんですけれども、ね、の私の、拠点です。お、来年春にオープンしたいと思っているんですけれども、ここを拠点に、いろんな人が集っていろんなものづくりをしたり、私のワークショップももちろんしますが、うん、他の方たちのワークショップの、場所にもできます、うん、またものづくり、バチを作ったり、はい、衣装を作ったり、はい、他にもいろいろ染色したりいろんなこといっぱいやりたいんですけれども、そのような工房にもなりますし、
またまたあとはあのこちらに来れない方のためにズームレッスンをできるような設備も整えているんです。すごいね。すごいね。もうずっとこういう拠点が欲しかったので、やっとなんか夢が実現する、2021年でございます、うん、ぜひ皆さん、こちらに来てね、いろいろ発信していきますよ。待っていてください、はい、ありがとうございます、うん、そしてですねまだ、まあ、まだあります。私45年くらい前かしらね、はい、うん、ふるさとの栃木を後にしまして、栃木ね、栃木出身ですから、また栃木にご縁が深くなりました、はい、栃木にもたくさんいろんなアーティストがいらっしゃるし、うん、関東地方にもね、いろんなあのご縁 の, あの方たちがいらっしゃるんですが、うん、その方たちと一緒にプロジェクトを立ち上げようと思っています。その拠点作りに今準備を進めているんですが、はい、名前をワッサマジャンクションって言うんです、うん、急に、ワッサマっていうのは私の村の、集落の神社村社がありまして、はいはい、和紙神社というんです。和紙ね、それをワッサマって言ってたの。ワッサマだ、ワッサマだ、はい、なんかね、あの神武天皇が弓矢の上に、うん、その和紙金の鳥が止まりまして、周り中を明るくしたんですって。なんかそんな風な、何かしらこう止まって、みんな鳥たちが止まって何かしらの道筋を照らすような、そんなあのことができないかと思いまして、うん、ワッサマジャンクション、なるほどね、来年の春にオープン予定です。わあ、素晴らしいじゃないですか。佐渡の、拠点と、はい、栃木の拠点、はい、2つ、いろんなつながりあって、うん、まあ、もちろん古道の、古道村もそうですけれども、うん、何かしらの、活動がつながってね、面白いことできないかなと思っているんです。いけるでしょう、うん、ね、佐渡は佐渡島工房だとかアトリエ線とか、うん、スタジオチェイコとか、いろいろ名前をね、うん、考え中です。皆さんもなんかちょっと考えてみてください。誰、そして去年それもう今年がこんなふうにしているのにいなかったので、できて本当によかった。よかった、うん、私の40周年の記念の舞台、千、うん、はいはい、の前、はい、出ましたね。まだまだ DVD が、はい、もう出てきましたよ。あるんですよ、まだ皆さん、ぜひ皆さん買ってください。喋ってる、これは本当に奇跡の舞台です。本当にチェコちゃん頑張りましたし、古道の若手も本当素晴らしい。こんな舞台二度とできない。口映っちゃった、口映っちゃったよ。ぜひこの舞台をあなたのお家で見てください。はい、自分で返事しちゃった。発売中です。もう誰ちょっと照れちゃってんじゃない。よろしくお願いします。自分でちょっと照れちゃってんじゃないの。皆様も、来年いろんな良き時、良き年でありますように。子供も私も頑張るぞ。はい、皆様のなんか、あ、準備してるね、これ。これは来年の大丈夫、来るよ、幸せ来ますよ、願って、はい、それでは、はい、行きましょう。恒例の、はい、花吹雪。いつも上だけど分かってるけど、いつも上だけど自分でかぶっちゃって。ありがとうございました。めでたいめでたいめでたい。はい、いい終わりか、よいお年を。よいお年を。はい、終わり、あ、終わり、終わりましたね。はい、ありがとうございました。ということで、ちえこさんはね、ビデオメッセージということでリモートで、そうですね、今回はリモート参加で、うん、ね、やってくださいましたけれども、だ、何なんだろう、何なんだろう、真面目にすごくいい話してたと思ったら、うん、急に出てくるあれ、あれ、あれって言うちゃあれなんだけど、あの子は誰？あの子は、あれ？紹介を一切した。タヌキ？無事なのかな？なのかな、うん、佐渡だから無事なんだ。あ、なるほどね。タヌキと一緒に、でもね、出演していただきました。結局紹介はなかったですね。そうなんですよ、最後まで。一
体あの子は何だったんだっていうことをご覧いただいている皆さんもずっと胸に抱えたまま年を越すということになりましたけれども、結構なね、うん、個性の塊で今回も初回のラジオ出演も千恵子さんはラジオだっつっての見えないっつってるのにどでかい山菜をね、うん、持ってきて持ってきましたね、大きい吹きでなんか傘みたいな、あそこら辺からこれ映像あった方がいいんじゃないかってなってこれ映像あれでもいけんじゃないかって見えないっていういや今回もねかましてきましたね、本当いろんなことをやってますね、本当よね、チャレンジ精神というか元気さはやっぱ見習わないといけないですね、うんうん、本当よ、いつまでも落ちない、うん、上がり続けてますから、こんな面白い、いや本人は真面目だと思う、真面目なこといややってることは真面目なのよ動画でだからタヌキ出してきちゃうからもう、うん、あれなんですけれども、素晴らしい活動を来年もしていくということで、はい、小島千恵子さんにも注目でございますね、はい、本当に大好き大好きです、うん、僕たち、はい、楽しみにしておいてください、ありがとうございました、ありがとうございました、千恵子さん、はい、では続いてのね、うん、ゲスト呼びたいと思います、はい、続いてのゲストは、うん、あもういいかな、呼ばなくていいか、このゲストは大丈夫かな、はい、大丈夫です、いいですか呼ばなくて、うん、大丈夫ですじゃあうん、今年もね皆さんありがとうございましたということで、うん、ありがとうございました、まだいるよお腹ガヤから聞こえてきてますけど、まだいる、いるんだ、ちゃんと呼んでください、あこれはラジオをここまでちゃんと聞いてくださってる皆さんにはもうおなじみかもしれませんけれども、うん、まあ傷跡、あ違う、爪痕、ね、残した彼が登場いたします、はい、まあ、それではまあ呼び込みというか自分たちで前回のように登場していただきたいなと思いますので、自分たちで呼び込んでもらっていい、うん、自分たちでやってください、はい、ここは僕たちも大丈夫なんで、はいはい、雪が降ってきましたね、ちょい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 、ちゃんと呼んでくださいよ、ちゃんとそういうことしてくれんと、いつもそうですよね、本当にね、もう、まあ、そのよくないですよ、そのシカトコック感じのやつちゃんとこっち見てください、まあ、リョーマさん、とりあえずヘッドホンつけてもらって、千恵子さんは本当に好きだな、千恵子さん、さあ始まりました、うん、ハートビートラジオもですね、だんだん中盤の方にやってきたんですけども、あの動画を皆さん、千恵子さん、お待たせいたしました、お待たせしすぎたのかもしれません、そうですね、もうしすぎましたね、本当に皆さん楽しんでますか、俺たちは愛してるから、千恵子さんのこと、あのパンダみ、ちょっと聞いて聞いてちょっとお二人さん聞いて、パーソナリティのお二人さん行く、はい、いやでもね気になってるんですよ、うん、あの千恵子さんのあれはまだ千恵子さんの話してるじゃないですかあれはタヌキだったのか、ゲスト変わってる変わってる、ゲスト変わってるから、二人も来てる、レッサーパンダの可能性もありますよ、ね、いやそのさ、タヌキじゃないかもしれない、あの子のキャラの聞いてみよう、このその種類を年越せないわ、あれ聞かないと、考えるのやめてもらっていい、年しちゃいますよ、だってすごい真面目だったのに、そういきなり出てきましたもんね、もうパンダはいいんですよ、もういいんやって、そっちもさ間違っちゃうあれはパンダでは白と黒の要素一切なかった、はい、パンダではないです、タヌキはいいんですよ、はい、じゃあ行きましょうか、じゃあもうサクッと行きましょう、はい、ここは改めてお迎えいたします、交流公演班ラジオを務めてくれておりました、鶴見龍馬くんと小平一成くんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、鶴ちゃんです、一成です、仲良しコンビでね盛り上げてくれましたよ、下半期をね、この二人は、はい、どうぞ待ってそうなると黙っちゃうのって分かってるでしょ僕たち、ちゃんと、ね、ちゃんと回して勢いだけだもんね勢いだけでいっちゃうからはいどうぞって言われると、うん、ってなっちゃうんですよ、ありますよね、うん、じゃあね、はい、はい、じゃあなんか今年振り返ってください、はいどうぞ今年を振り返ってお二人どうでしたか、じゃあ僕からはい、じゃあはい、まあそうですね、今年本当にいろんなことがあって、で僕、まあ龍馬さんもですけど翔さんと、9月から、はい、鼓動として、うん、こういう状況下になって初めてツアーを再開した交流公演班に、使わせていただいたんですけど、ね、交流公演班、まあ、そんな中で、はい、やっぱり見ていただける人がいるからこその、うん、まあ、鼓動であるってことと、うん、いうのをすごい感じまして、で、まあ、そういった力強さっていうのをやっぱ、日々応援してくださってる方々、支援してくださってる方々の力強さっていうのを、まあ、改めて実感することができた1年だったなと、はい、思っております、本当にありがとうございました、
真面目っすよ。待て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 、びっくりした。1投目が出てきてからの1投目がすごい真面目。違う普通に言うことだよ。違うね、良かったよ、うん、いい話しちゃうじゃない。ふざけたことを期待しないでください。はい、じゃあ、はい、じゃあ ねお願いします。ありがとうございました。じゃあもうお疲れ様でした。僕いいですか。はい、じゃあ鶴さんお願いします。はい、まあ、今年を振り返ってということなんですけど、はい、いい年でしたね。声小さい、はい、いや本当にいい年だったか。本当に思い返せば、うんうんうん、なんかいろんなことあって、はいはい、まあ、大変ですし、今も、うん、今も現状としてすごい大変な時期ではあるんですけど、そうね、まあなんか長い人生の経験としては、うん、なんかある意味こう今までになかったこと1年通していろんなことが次から次へと起きて、うん、それに対してなんか僕らのメンバーでこうやってラジオもそうですけど、うん、なんかこう今これできないからじゃあこれやってみようよとか、うん、なんかどんどん自分たちで話し合ってチャレンジしていける、うん、でなんかチャレンジしようとした時にでもこれってできるのかなって分かんなくなったら、それをなんかもうみんなで調べて自分たちだけでやってきるっていうなんか新しいチャレンジをなんか1年通してずっとできたことに関しては本当楽しかったかなって。もう大変ではありましたけど本当に、うん、でなんかまあそういう経験を上半期っていうんですか、うん、まあ、夏ぐらいまでいろいろやってきて、そこからまた9月から学校公演つかせていただいて、そういうなんか公演できなかった期間があったからこそまた学校で公演して回れるっていうなんかありがたみも感じれましたし、そこでなんか行った先の、まあ、この間ラジオでもコメントくれてましたけど、はいはいはい、あったね、行った先の生徒さんとかが、うん、なんか YouTube のラジオ見ました、この間公演見ましたみたいな、うん、会話がそこでまたできるっていうのも、うん、なんか今までにない経験ですごい個人的には楽しくって、はいはい、またこうやって来年以降もお客さんと僕らで関係を作りながら公演活動もしていけたら、うんうん、いいなって僕は思っています。いいじゃないですか。ずっといいこと言うじゃん。ニヤニヤしながら聞くのやめてもらっていいですか。あのね、良すぎるよ。普通にこういう感じでいいんじゃないって思いました。今までのあの鶴ちゃんの感じとかいいじゃん別に。そうですよね、すげえいいじゃん。いい、普通聞けるよ。聞けちゃったもん今の。そうですか、はい、うん、僕ね今ちょっと、まあ、ニヤニヤして思い出してたのは、うん、うちの母がですね、おうおう、山さんのファンになりまして、はい、あららあら、しっかり多分僕と一緒に出た時に僕がこう、うん、いろいろいじってたね。、はい、でなんかその龍馬さんに何かあげたい母から LINE が来まして、親心がすごい、多分僕がちょっといじりすぎたんだな。何かあげたいって来ました。はい、ありがとうございます。だからね、まあ、あんまりいじり体制がないっていうことを、うん、いじり体制というかなんだ、うんうん、何、免疫、免疫、うん、なんだろう、うん、何ですかね、なんかこうイエーイって行くけど、やっぱ結局恥ずかしがり屋だから、恥ずかしがり屋だから、調子上げたくせに途中から自分で恥ずかしくなっちゃう。そうそうそう、打たれ弱かったりもしたよね。だんだんそういうところに。まあでもさ、はい、今龍馬も言ってくれたけど、こうやってリスナーの皆さんとかコミュニケーションが取れるっていうのは本当に僕も嬉しいなと思うし、うん、嬉しいですよね、伊達にやっぱり前回のさ、この映像付きのやつで、はい、さっきそのいじってた回でも言ってたけど、結構心削って頑張ってんだよね。もう頑張ってますよ、ね、もううん、こういうギャルじゃないって自分で言ってたじゃん。家帰ってから自分のこの発言だったりとか、動きに対して、俺何やってんの。いいんだよ。いや、まあ、よかったんだ。そんなこと思ってた。一人のさ、まあ、リョウタロウのお母さんもそうだけど、もう心掴んでんだからファンになってくれてさ、うん、まあ、そうですよね。落ち込まなくていいんだよ。意外とでも、うん、まあ、コメントとかいただくじゃないですか、うん、感想とか、はいはい、前回、まあ、伊勢と二人だけでやらせてもらった時は、はいはい、ラジオね、ちょっと落ち着こうと思って一回しまったしまったんだ。ちょっと一回しまって、うん、真面目にもやってみてやったんですよね、うん、どうした。それもまあまあ、うん、真面目なつるちゃんも聞けるみたいな、うん、聞けるだったか。あ、ありましたありました、そういうねフィードバックありましたよ ね、 いいですね、あったあったあった、あったので、うん、やっぱこうその時も話してたんですけど、うん、まあ、状況に応じて、うん、キャラのこの出し引きをなるほどね、あ、そうしていけたらいいな、フレキシブルな感じ、ね、フレキシブルな感じ、ね、全然言えてこう、うん、メンバー見て、うん、あ、今日真面目にした方がいいなって思ったらこう、うん、そうですよね、はい、わかります、
その時点で真面目じゃないですか。なんで作りまくってるじゃないですか。なるほど、ね、で行ってこうもう翔さんとかりょうたとかがいる時は、うん、イエーイポポーって行くみたいな。よしよし、いいよ、乗ってきた、はい、て上げていこう。ごめんなさ い僕もちょっと助けられないからね。こんなに人いて誰も助け船出さないとよっぽどよ。大丈夫かな、本当に俺一人でなんか暴走し始めた。でもさ、うん、ってことはよ、はい、その状況に応じてとかって言ってることってことは、はい、来年もね続けていくってこと。来年もこの鶴ちゃんっていうキャラというか鶴ちゃん押していくってこと。自分もそうですね、鶴ちゃんっていうキャラクターは、はいはい、またここからもまあ多様性を極めていくというか、はい、なるほどなるほどね、多様な鶴ちゃん来年もお楽しみということでやっていくと。わかりました。これからもじゃあ来年に向けての話も、うんうん、ね、台本戻っていいですか。戻りましょう戻りましょう戻りましょう。だから来年の話してこうよ、はい、台本戻って。じゃあね、まあ、うん、そうそうそう、異性とか、うん、来年、そう来年の話、うん、そうですね、来年も、うん、結構ね、うん、まだいろんな声ありますけど、はいはい、結構龍馬さんとずっとほぼずっとですよね。あら、そうなの、1年通してほぼ一緒、あちょっとだけ離れか、でもほぼ一緒ですね、はい、ほぼ一緒にいる、うん、もうずっとほぼ一緒のツアーなんで。あ、そうですか、ですよね、なのでこの、まあ、うん、このコンビ、うん、もうまだまだ来年も楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってるんで、楽しみにしていてください。伊勢はどういうキャラだったの？正直あのね、ちょっと自分でも感じてるよ。ちょっとちゃいます、これはちゃいますよね。僕もね一番ブレてるんじゃないかな。あのね、どういうキャラかがね、伊勢でいいと思う。いいんだよ、そうですかね、そのまんまでいいと思います。そういいのよ、いいですかね、不安にならなくて。作ら求めてないいやね、なんか自己防衛みたいなところ出てきますよね、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、素晴らしいから。そのままリスナーさんからこういう話聞きたいっていうトークテーマがあると、はいはい、やっぱりすごい生きてくる。そうですね、すごく面白く話せるので、うん、はい、なんか引き続きね、うん、リスナーの皆様からのトークテーマっていうのはまた募集させていただきたいなと。いいよね、つな、はい、がっていけたら、はい、来年も ね来年も交流公演かな。そうですかね、まだいろんな公演があると思うんで、まだ、はい、また楽しみにですよ、はい、お楽しみにってください、注目ですよ、はい、はい、じゃあ最後一言ずつ改めて、うん、傷跡を、残して爪、うん、最後一言ずつ、はい、傷跡は残したくないですあ、そうする、じゃあ一人ずつご覧になってる皆さんにメッセージ、うん、いいことで、いい話で、いいことで、はい、もう本当に心から、はい、じゃあ何も気にせずどうぞ、はい、あ、俺りょうさんからじゃあお願いします、はい、うん、皆さん今年はどんな一年だったでしょうか。さまざまなことがあったと思います。来年も僕は元気いっぱいつるちゃんとして頑張っていこうと思いますので、皆さんぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、はい、どうぞ来年もですね、引き続きいい音を届けられるような、太鼓奏者を目指して精進してまいりますので、また舞台でお会いできたらと思います。よろしくお願いします。マジで真面目に締めたよね。あ、終わり、ちょっと待って、ちょっと待って、終わった、終わったし、終わったし、はい、なんか呼んでんのやめて人が話してる。あー、そうだねとか言ってほしいんですでもさ、無反応や、大好きなんだよ俺たちはこの二人。本当ですか、本当ですか、ちょっと詰まりました大好きなんだよ、下ペロンじゃない口先で言ってません。いやでもあんまね、そういうこと言うとね恥ずかしがり屋だから、うん、そう、そういう時はね返せなくなっちゃう結構ね、そうなんみたいな、褒められるとね、みたいな感じになっちゃうタイプだからね。なるんでね、ぜひね上げてってほしいですよ、来年もこの2人が、うん、はい、ラジオの方盛り上がってってほしいですよ、はい、これ以上引っ張るとちょっとキャパオーバーなので、はいはい、もう間もなく事故です。いいですか、事故じゃないです、はいはい、ちょっと反省返します、うん、本日は真面目にやってます、うん、真面目でね、いい話もよかったね、ちょっと聞けたんでよかったんじゃないかなと思います。はい、三浦 D から OK 出ましたんで、はい、はい、もういいところで次へって出てますから、ましたから、いつもこれですよ、ね、次行こうよ、はい、次行こう、じゃあ、うん、鶴見龍馬と小平一世のお二人でした。ありがとうございました、ありがとうございました、最高だったよ、ありがとう、はい、今年もまた来年そういうことやるからだよ絶対傷だったよ、すぐ行くよ。
はい、ということで、はい、続いてのゲストは、藤本陽子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたしま す。やっほー、やっほー。あの、皆さんついてきてますか？だんだんね、ここまですごいキャラがね、それぞれ濃いですけれども、ね、今日は全部濃いですからね、はい、もうガンガンいきますから、ついてきてくださいよ。はい、じゃあ陽子さん、よろしくお願いします。お願いします。久しぶり、お疲れ様です。お疲れ様です。それぞれに確かにお久しぶりですね、どうですか今年を改めて振り返ってみ て、ね、うん、あ、今なんか聞こえてきましたけども、やっぱりね、うん、あの夢のうつつのね、佐渡、はい、物語の CD 出せた CD ね、ありがとうございます。本当にそのコロナの感染のね、ウイルスの感染のこの中で、はい、作れたこと、うん、で発売できたこと、はい、本当にねありがたいなと思っております、うん、何よりですよ本当に、うん、なんか参加したメンバーも最近というかね、あのブログも少しずつ上がってますけれども、うん、みんないい顔しててなんかほっこりした笑顔でね本当にこの CD 聞いたら分かりますけど、あ、こうやってあの世界観は生まれたんかと、こういう雰囲気でなんかいろいろ、そうね、龍馬のね、龍馬のいたずら書きもね、よかったしね。もうちょっとあの龍馬のこと褒めてあげてください、はい、ちょっとさっきあのさっき多分相当龍馬のグーッとなっちゃってる、そうなの、うん、龍馬よかったね、よかった、癒してあげてください本当に顔真っ赤にして喜んでるから、ちょっと今反省してますからね、反省してますからね本当いたずら書きだけじゃなくてね、うん、編集じゃない、なんだっけ、編曲もしてくれたりとかね、大活躍でしたね。すごいわ、龍馬さん。すごいですね。龍馬さんすごいですよ、うん、本当に。ちゃんと仕事してる。本当に。まあそれはさておき。うん、はい、はい、この夢のうつつ、うん、なんでも佐渡の一家に一枚。そうなの。あ、なるほどね。合言葉は。合言葉は。合言葉。でそれほど愛されたいと思って。いいね。本当にあのだからね、ゆうたが、はい、もうなんて言うんだっけ、また忘れちゃった。ほら自然の音入れるやつ。アンビエント？え？あ、じゃないでしょ。フィールドレコーディング。フィールドレコーディング。それね、あっちこっち行ってやってくれたの、寒い冬の音、ね、海行ったりとか、そう、歩く音とかね、もう本当にやってくれたしね、皆さんも、うんうん、一生懸命やって、そう、うん、だからいろいろ佐渡らしい音が、祭りの音とかね、そうですね、うん、はい、いっぱい入ってますのでね、楽しんでいただけたらなって思ってます、うん、いやー、いい CD ですよね、ぜひ皆さんね、まだまだありますよね、これからよ、これからよね、これから CD は独り立ちして皆様のもとへ歩いてまいります、歩いてまいりますので、それではちょっともう一個言っていい？もちろんです、はい、あのね、もう一つの合言葉は、はい、あのさ、鼓動村発っていうの、はいはいはい、ちょっと読んじゃおう、はい、どうぞ覚えられない、だから鼓動村の施設で鼓動、はいはい、メンバーと音を作り、鼓動、はい、村の子供から鼓動村の鼓動わらべから鼓浪まで、ね、あ、鼓浪ね、鼓浪、はい、ね、はい、で藤本義和をはじめとした演奏陣から、はい、スタッフ、アルバイトを含めたもう全員参加、はい、総参加、はい、で鼓動のスタジオで収録して、鼓動の音大工レーベルで発売っていう、もう鼓動尽くしでございます、はい、オール鼓動ですね、オール鼓動でございます。あ、ちょっと疲れちゃったそう、もうね、これだけね、鼓動っていう鼓動尽くしはなかなか、うん、そうね、もしかしたらちょっとチャンスもないかもしれないから、こう歴史的にもね、こう傷跡なんだっけ、爪跡傷跡まずい本当、ね、傷跡まずいですよ、傷跡、ごめんなさい、爪跡前のペアの2人ですね、はい、こっちまでまさか引きずられてくると思わなかったぶり返すと思わなかった陽子さんが、うん、なればいいな、爪跡でもないけど結構尖ってる感じになっちゃいますけど、ね、あ、そうか、刻まれる宝ですね、ありがとうございます、心に残るちゃんとね、うん、宝物にね、宝物ですよ、いいですよ爪痕はダメだ宝物です、ね、はい、ありがとうございますはいはい、なるほどね、あとね、もう一つ、もう一つはね、
ワールド太鼓カンファレンスっていうのが日本であったでしょ。ありましたね。ね、それでもうずっとね、日系アメリカの方たちへの感謝をなんか公にしたかったわけ、うんうん、でそれをあの動画でね配信することができて、あの太陽くんにねお世話になって、うん、お大活躍ですね太陽ね、うん、そうなの、ね、うん、だからその2つね、佐渡への感謝と日系のアメリカへの感謝、はい、それね、もうずっとこう肩に乗っかってて、いつかこれをしなきゃって思ってたのができたので、うん、もうね晴れ晴れしてるの今。そうですか。あのそちら の, あの太鼓の皆さん、うん、届けたかった皆さんっていうのは、うん、あの聞いていただけたりしてるんですか。そうなの、すごい反応いただいて、はい、で拡散していただいたりとかして、素晴らしいですね。で日本の太鼓に関係してる方たちにも知っていただきたいわけ ね, そうですよね。だから私フェイスブックのお友達でほらメッセンジャーの、はいはいはい、もうねいっぱい送っちゃったもん。なるほど。太鼓陽子さんの方から拡散したんですね、うん、すごい活動されてます、ね、もうとにかくほら知っていただきたいから、太鼓世界の太鼓の、ね、中でどんだけね、はいはい、こう素晴らしい働きを尽くしてこられたかっていうの、うんうん、やっぱあのワールド太鼓カンファレンスも、うん、まあ、今年オンライン、うん、あのでの開催だったと思うんですけど、うん、やっぱ日本の方はなかなか海外の太鼓のことを、そうだね、ご存じないと思うんですけど、うん、すごい海外いっぱい太鼓グループがあって、うん、それこそアメリカの太鼓グループなんてもうずっと無害からありますよね。そうですね。だから40それこそ 40周年45周年とか45周年まであるんじゃないかな、はい、ぜひその動画皆さんにも見ていただきたいなと思うんですけど、横、ね、まあ、さんからちょっとなんて言うんだろう、まあ、概要じゃないですけど、うん、まあ、その人たちとの出会いだったり、うん、どういったメッセージをお伝えしたか、そうですね、私たちが意識したのは、はい、まあ、オンデコ座の頃に、行くじゃない、まあ、アメリカが初めですよね、はいはい、うん、そうするともう皆さんがねこう手弁なんていうのおにぎり握ってきてくれたりとか、お餅のお菓子持ってきてくださったりとか、手摘みのね手摘みのねいちごね、はい、こんなカゴに入れて持ってきてくださって、まずお腹の感動があるでしょ、それから人をたくさん呼んできてくださって、でまたあのホームステイさせていただいたりとかして、だから自分たちが一番こうなんていうかね、お金もない、こう人脈もない、これからこう世界に分け入っていくという時に本当に遠い親戚がやってきてくれたって嬉しいってい う, もう気持ちいっぱいで迎えてくれて、でその中でグループがだんだんできていくわけですけれども、その方たちは、まあ、あの田中先生という方がもうその時はすでに、太鼓の活動されてたり、仏教界の、盆踊りの太鼓がだんだん、ね、はい、もうちょっと授業になってきたりっていう、そういう時期だったんですけど、私たちも 毎年のように行ってましたので、その中でねなんか目標にしていただいたっていうか、日本の太鼓、うん、あんまり他の太鼓はまだね活動海外でしてなかったから、だからすごく憧れてくださって、親身にでいっぱい知りたい知りたいっていう気持ちで、だから日本にもねよく訪ねてこられたり、はい、もう羽田から成田から直接佐渡に来られたりとか、うん、まあ、そういうその関わりが生まれていって、でそのなんでそんだけアメリカで活動が一気に高まったかって言ったら、その日系の方たちが、まあ、第二次世界大戦であのキャンプ収容所に入れられたりとかして、はい、まあ、ずっとこの、黄色人種、あ、中国の人たちもそうだけども差別があったわけですよね。で終わってからも、戦争終わってからもそれがずっと残って、今にも至るわけじゃないですか、見えなかったとしても今もある、うん、その中で、まあ、私たちと同年代の3世の方たちが気がついたわけです。ちょうどあの黒人運動、うん、人権運動が熱をこう帯びてくるところで、はい、それで人事ではないと、うん、自分たちもそうだった、はい、って気がついた時に、日系であるこの地を誇りに思いたいけれども何も知らない、それは1世の人たち2世の人たち の, その歴史の流れの中で、もう3世の人たちは日本人である血を持ってるということにほとんど触れることがない生活をしていて、だけど差別は受けるっていう、うん、その中で私たちがこう行く見る、あこれだってなって、でその自分たちの日本人としてのこの血の誇りを獲得し直すために太鼓っていうものにこうガプッとなって、でものすごい活動が生まれていったっていう
家庭があるんですよね、うん、だから彼らにはすごいそこに必然があったので、うん、で一番感動するのはそれを日系だから差別されていたという世界から日系だから得られた誇りと喜びというものを手にすることができて、しかもそれを自分たちだけのものじゃなくて全ての人に解放した、うん、それがあったからヨーロッパでも南米でもオセアニアでも広がっていくっていう、こうベースができたっていう、うんうん、もう本当 にあの日系アメリカの方たちの尽くしてくださった、うん、そしてその心のオープンな心っていうものにね、もう感動せざるを得ない、うんうん、もう本当にありがたいなと思って。すごいですよ ね、 すごいね。本当にそうおっしゃったように世界中にそうやって太鼓が広まっていって、うんね、僕たちの活動にもね、うん、やっぱりつながっていることですし、まあ、そうやって陽子さんたちが紡いできたもう40年以上のご縁っていうのも、うん、やっぱそれがやっぱ鼓動の僕一番の魅力だと思うんですよ ね。そのなんかやっぱつなぐっていうところ、うん、人類共通の言語というか、うん、太鼓の音とか、まあ、ビートとか、うん、なんか本当に日本だけに住んでいて日本のことだけ知っているっていうことももちろんいい、それでもいいと思うんですけど、やっぱいろんなものに世界のものに目を向けて、うん、こうやっぱワンアースの精神っていうことにこう日々何チャレンジしていることがやっぱすごいいいなと思って、ね、まあそれをやっぱりね、もう40年前から、うん、やってきて僕たちに脈々とこう受け継がれているっていうのがやっぱすごい素敵で、なんかちょっと自分の話になっちゃうけど、やっぱりコードでもね最近コマさんとか対応とかでなんか世界のことをもっと知ろうって言って、まあ世界界っていうのかな、なんか、うんね、みんなでこういう活動が世界中であって、うん、なんか僕たちもやっぱなんかちゃんとそういったことを考えなきゃいけないよねっていう風な話とかをしてたりして、うん、やっぱ僕としてはすごいコードを見てるお客さんも僕たちを通じて少しでもこう世界のことに興味を持って、いや日本のこう太鼓をやってるからこそやっぱこう世界のことをいろいろ知ってもらえると、なんかやっぱ僕たちの活動に意味があるんじゃないかなって、うん、そうだね、はい、僕らは日本もしかしたら日本と太鼓って当たり前って思ってるかもしれないけど、海外の人たちにとってはその太鼓っていうものが自分たちのアイデンティティであって、これがどれだけ大きな力を持ってるかっていうのはやっぱりそこの現場の人たちが一番肌身でというか肌感覚で知ってて、やっぱそういった皆さんから僕らも学ぶことというか学ばなければならないと思ってる、うん、太陽とかさっきね出演してくれましたけどはもう そういうコミュニティの中にいていろんなことを勉強してここに伝えてきてくれてる、まあ鼓動の中にそういう風がまた吹き込んできてて、まあ、亮太郎もずっと海外にいてとかっていう、その今のこの僕ら世代の中にちゃんとそういう風がこれから生き続けていかなきゃいけないなっていうところと、今もなお夢のうつつを通してそういう活動を先輩がしてくれてるっていうことのすごさ、これ自分たち言っちゃいけないんだだけど本当にこのね、こザ This is コードじゃないけど本当にこれだけ世代が離れていても同じところに向かってっているっていうことが嬉しいです。だから、ね、なんかさっき もしかしたらこんな機会ないかもしれないとかおっしゃってましたけど、そんなことはそんなことない。よし、ないでくださいよ。よし、一緒にやっていくことで、いや今のお話聞いてすごくそれ思った ね。やっぱ僕この1年通してやっぱ改めて気づいたのは、やっぱ自分一人で生きてないなって、うん、そうね、こと、自分が、まあ、作曲とかいろいろやったり舞台もやってますけど、やっぱこれまで先輩方が紡いできた鼓動があるからこそ、うん、あとまあね、やっぱすごい太鼓に助けられてるところもすっごいいっぱいあると思うんですけど、うん、やっぱそうやって繋いで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 きて、うん、来たものがある、まあ、鼓動以外にも自分の家族だったりいろんな世界のことを、なんかそれをね、これからも伝えていけたらいいなって、うん、なんと何の話か分からなくなっちゃったけど全然大丈夫だよ一緒に ね、そこが大事、やっぱそれがね、やっぱやってることに意味があるなって、うんうん、やっぱすごい感じますね、うんうん、
こういうなんか感じにね、うん、世の中がなってるからこそね、うん、できることあるし、うん、いや本当刺激もらってますよ、陽子さんからは。本当は、ね、嬉しいな。いいしでもね、弾けてもらってますしね、千恵子さんも陽子さん、もうねやっぱ先輩方、そのもちろん技術とか、うん、そういったとこだけじゃないっていうか、ね、本当そうだね、回すってやっぱり、うん、やっぱすごいなって改めて今年はなんか思い知るって言ったら、ね、いや本当そう思う、うん、そうね、動けないから余計にね、うん、そうですね、っていうのあるわね、なんかだから大事なところにすごく目が向けられたっていう、うん、みんなそこに同じように目を向けることができたっていうのがすごい良かったなっていう、いやーなんかめちゃくちゃいい話ですね、このちょっと鶴見小平からのギャップよ、ついてこれてます皆さん、ギャップがね、ソドは振り幅だからね、最高の振り幅だったよこれねすみません、ちょっと普段本当にこういう、まあ振り幅、こんな振り幅ですかもしれない、振り幅すごいかもしれないけど、話ねするようになったよ ね、 そうですね、なったっていうか今、うん、自分たちでいっぱい話しようとしてるから、やっぱね知ろうとする学ぼうとするっていう姿勢っていうのはやっぱりこれからもね大切にしていきたいと思いますし、やっぱそれがあのそういった先輩たちのお手本があったからこそ本当にだと思いますので、うん、大丈夫ですか？そんな顔しないよね。そんな顔持ってるのに。もうなんか陽子さんがうーんとかなると。こっちがドキドキしちゃう。ポンポンとか言っていいんですよ。あの。もうねちょっとねさっきね、あこんなに時間使って話しちゃっていいのかなとか思いながら。いいんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともねよろしくお願いします。いろいろお話。聞かせていただきたい、うん、で一緒にやっていきたいと、あそうなの、だから来年なんですけど、そう来年なんですおさすがです、まだまだ続きます、はい、もうねそこで来年に向けて、あ、まあね、私ねだから全この大きな荷物を下ろしたでしょ、はい、そしたらねもう目の前がねパーって広がっちゃったわけ、うん、はい、でね来年のことって言われても、うん、まあ、あんまり眩しくてねよく見えないの、なるほど、うん、だけど、はい、なんかが来るっていう感じがするの、だから今その予感を楽しんでるので、とりあえずは1月9日の研修所の発表会、最終発表会、そうですね、もうこれはね来ますよ私、うん、ありがとうございます、荒波を越えて、ありがとうございます無事船が出ることを願っております、そうや、で40周年ね、40周年の活動、うん、それからやっぱり今年あの若い人たちとねいろんなことさせてもらって、はい、あまだ関われることがあるんかなって思えたのがすごく嬉しかったわけ、うん、であの来年はあの40周年であると同時に、まあ、あの同時にじゃなくて40周年だからそれを機会にその振り返りっていうのもできたらいいなと思って、みんなで一緒にかつてを振り返る、だってかつてにいろいろなことを超えてきたから、うん、その時にもらった知恵とかなんかいろんなね感覚っていうのがあるんじゃないかなと思う、うん、そうですね、だからみんながどういうことを過去に学びたいかな、どういうなんていうのこう興味があるかな、うん、っていうことをね今知りたいなと思って、なるほど、皆様、あこれことの人に言っちゃった薄々感づいてましたよ、リスナーの皆様、今陽子さんは皆様をちょっとだけ置いていきましたごめんなさい、ね、私たちへ願いを届けてくれてます、ね、でもリスナーの皆様にね、そうですね、リスナーこれからみんなに発信してくれる、うん、メンバーもね見てくれるかもしれないから、これ陽子さん言ってますからそうす、ね、考えていこうよ、そうで最終的にこの鼓動を超えた皆様にもね、お届けできるようななんかそうです、ねね、記録としてね残ったら素敵だなと思ったりして、うん、はい、ありがとうございます、なんかラジオとかでそういう企画できたら嬉しいですよね、話したりするね、じゃあ締めますはい、じゃあ、はいはい、じゃあ陽子さん、はい、2021年は毎日が冒険ということで、はい、そうですね、はい、輝かしい毎日を生きていきましょうよ、はい、ではありがとうございました、ありがとうございました、陽子さん失礼します、はい、はい、ということで藤本義和さんをゲストにお招きしてお送りいたします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、いらっしゃいませ、はい、あれだよね、はい、だからアースセレブレーションの時以来だもんね、そうですね、そうですね、はい、はい、嬉しい、2回目でございます、2回目でございます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、はい、いやー、はい、吉川さん、はい、今年はなかなかお会いできる機会がそうちょっと少なかったんですけど、振り返ってみて、うん、どういった年でした？
そうですね、やはりこのね、うん、新型コロナウイルス感染の影響っていうことですよね、はい、それでまあ僕として大きかったのはやっぱりあのなかなかね、そう、あの鼓動のメンバーと一緒にね、こうあのソロカット家のことがあったりとかね、うん、はい、であの一緒にこう舞台で一緒に音を出す機会が ずっと少なくなっている中での、うん、この祝年公演っていうのは僕にとってはねとっても大きい、うん、あのまあ、研修生の2年生、はい、そして、そうですね、のメンバーとね、はい、一緒にこう舞台を作るというね、とってもこう嬉しい、はい、で佐渡に戻って来れるというね、それがなかったっていうのはとてもこう寂しかったですよね。それでまあ和地におる期間が長かったし、うん、で、それとまあアースセレブレーションはね、オンラインという形でまあ佐渡で開催したんで、はいはい、それで帰ってくるとかできたしね、うん、でとても それはとても嬉しかったですね、うん、うん、なるほど、はい、じゃあ吉川さんは基本的に、ご実家の和地 ね、の方にいたり、うん、まあ、そういったセレブレーションだったりとかっていうところで佐渡に来たりと、うん、そうですね、あと小編成でね、成、まあ、伊勢の太鼓祭りとか ね、数名とね一緒に出かけたり、うん、はい、うん、そうね、あとこれうちが農家なんでね、はい、田んぼさ、田んぼと畑ね、はい、それやっぱりそれをちゃんと、はい、守っていかんというか、そうですね、和地ではだから、うん、畑とか田んぼやってますもんね。そうですね、まあ、弟がね、うん、大阪にいるんで、はい、彼が畑は自主的にね、うん、僕はそのお手伝いをするような感じなんですけどね、はい、うん、たまに子供村にね、うん、吉川さん家の野菜とか、ね、ああこの間ね、さつまいもとかすごいいっぱい来ましたね、さつまいもね、うん、はい、とか、はい、あとなんか道の駅で売ってるっていう噂を聞いたこと道の駅ね、ほらそれを専門にやってるわけじゃないけど、はいはいはい、うちでは食べれないものがたくさんあるでしょ、うん、野菜作ってもね、はいはい、だからその分を出すんですよね。あ、そうなんですね、和地で買えるんですか。和地ね、和地で買えますよ、和地皆さん、和地のね、和地みって買えますよ、吉川さんの藤本吉川さんの作った、僕の名前じゃなくて母親のね。なるほどね、これ見つけると難しいぞ藤本様のっていうことになってます。あ、なるほど、紹介していただいてありがとうございます。なるほど、はい、いや95歳のお母ちゃんが、お母ちゃんの名前思っております。ですね、まあ、今年は、まあ、なかなかね佐渡に帰ってくることが難しかったり、一緒に舞台を作るって、うん、まあ、それこそ、ね、特別公演、うん、佐渡特別公演、ね、中止になってしまいましたから一緒に ね、出れなかったと、はい、いうこともあるんですけど、うん、来年は、まあ、もちろんこの世の中どうなるかまだわからないんですが、うん、まあ、来年というか、まあ、この先どういった活動をされていきたいと思ってますか。そうですね、やはりまあ、和地の方をベースにしてね、うん、こちらに仕事があるときは佐渡へ来るし、はい、どこへでも、はいはい、呼んでいただければ、はい、はい、あれ、ね、あれ一人で、ね、佐渡にも、うん、佐渡も来てください。いや、でも本当にね、うん、吉川さんいると僕たちすごい嬉しいんですよ。そうなんですよ、うん、本当に明るくなりますよね、稽古場が。だってさ、今日もずっとさ、このね出番をさ待たれてる間にお一人でウォーミングアップされてまして、今日は喋る日なんですけれども、岩崎の鬼剣梅をですね、ずっとこうグッと振りの確認をしていると、そのね、僕の大好きなこと、ね、鬼剣梅とね、はい、まあ、太鼓ですよね、はい、まあ、歌も好きですけど、はい、お祭りが本当に日本全国ね、うん、そういう年中行事しているね、はい、行われてるお祭りが中心になったじゃないですか、うん、はいはい、もともとそういうなんか災害とか、うん、そういう病気が流行ったりとか、はい、それを収めるためにそういうお祭りがやったりしたけど、 でもやっぱりこのね、うん、感染予防ということでね、うん、そういう中心になっても仕方ないんですけどもね、はい、やっぱりなんとか工夫をしてね、うん、まあ、公園もそうですけど、うん、全くなくなっちゃうと本当に元気が出なくなっちゃうよね、いろいろ、まあ、だから2月があれになって、3月がもうその辺がものすごく自粛になったでしょ、はい
で僕もいろいろワークショップねやらせていただいててね、はいはいはい、東京の協和館とかね、はいはいはい、いろいろ、うん、そういうこととか、まあ、講演の依頼もあったんですけどそういうのが中心だったしね、うんうんうん、それがまあ7月くらいからですかね、うん、ちょっと緩んでいろいろ感染予防しながら、はい、少しできるようになったじゃないですか、はいはい、うん、なんだっけ、なんでこんなったっけ、まあな、いやだからもう今のは全然だ特になんだっけって感じじゃなくて、まあ、はいはい、好きなことをね、はい、続けていく券売からこういう感じにうわーっといくと思わなかったんで僕も聞いてしまったんですけれども、ね、来年のそうだよ、来年のそう、うん、そう、でもそういうことね、おっしゃるようにね、うん、今年まあ佐渡のお祭りもそうですし、うん、そうだよね、僕たちのおぎ祭りも、そう、おぎ祭りもなかったですし、券売、うん、ね、で毎年参加されてる、うんうん、そう、それも行けなかった、ね、道のく芸能祭りもなかったですし、うん、ちょっと寂しい年でしたよ ね、 そうですね、これが毎年続くとなるとね、ちょっといやー大変だよ、それは元気がなくなりますよね、うん、でもやっぱりちょっと安心しました、うん、僕久しぶりにお会いしたんですけど、うん、ね、僕らがこう喋ってるこう、うん、カメラの先で、うん、券売踊ってる、そうなんですよ、吉和さんは常に吉和さんであると、あ、よかったってこうってお気持ちになるんだよね、別に今日だけじゃないですね、いつもね、僕が一回佐渡特別公演に出た時かな、はいはいはい、もうちょっと研修生だったかもしれないですけど、うん、その時はいつも笛を吹いてらっしゃいました、券売の通りをずっと、ね、暇さえあれば吹いてて大好きなんだよ、そう、なんかね、一応宮本、ね、佐渡鬼券売の宮本ですよ、ですよね、踊るだけじゃなくて笛もね、もちゃんと太鼓も、うん、やられますもんね、はい、やらんといかんからね、やらんといかん、めちゃくちゃ吹いてますよ、好きやったら吉川さんって呼んでも吹いてますからね、ずっと、あ、まあまあ、いや大好きなんだな、もうやり始めるとね夢中になっちゃう、ね、夢中になっちゃうんだよね、うん、吉川さんのやっぱ太鼓がさっき元気出るじゃないですけど、うん、吉川さんの太鼓はやっぱり元気出るというか、吉川さん自体が祭りみたいな僕イメージがあって、うん、もしね仮に全部の祭りが中止になっても吉和さんは祭りずっとやっててほしいなと思うんです、これちょっとよく分かんないこと言った俺今、うん、でもなんか違うのよ、だからもう体全部が祭りだと思ってるから僕、吉和さんも、うん、吉和さん自体がお祭りなんじゃないかと、すいません祭りの定義とか一切無視して言ってますけど今でもなんか吉和さんは太鼓叩き続けてほしいなと、まあ、太鼓叩いてね、うん、一人でもいいですよ、神社行っても、はい、はい、そのコロナウイルス、ね、うん、それを感染の収束を祈って太鼓叩いたりね、うん、そんなことをやってもいいなとね、あ、はい、はいはい、思いますし、佐渡に来た時も一緒に、ね、やっぱなんか太鼓叩いて叩きたいなってすごい思います、うん、叩かないと踊らないと元気出てこないもん、そうなんで、歌わないと、ね、歌わないとね、そうだからやっぱり研修所にもね、うん、吉川さん期間この間まとまった期間で ね、ついこの間もいらしてくださいましたけれども、やっぱり大事なことを伝えてくださるんですよね、やっぱ太鼓叩くのって楽しいなとか、なんか技術とかじゃなくて、うん、生き様で見せてくれるので、うん、来年はもっと来てください佐渡に、あ、だから呼ばなきゃいけないのか、さっきの感じだとそうだね呼ばないと来ないよみたいな感じでしたもんね、呼びましょうよ、いっぱい呼びます、そしたら、はい、でもそう、まあね、はい、来年喜んでちょっとなんかな、ビジネスライクな感じするなちょっと今本当に来てくださいよ、来年40周年じゃないですか、行動、そうですね、うん、それ、はい、僕楽しみしてるんですよ、お、はい、うん、ほらね、もうなかなかずっと今までね、まあ、僕もほらツアー出ていろんな、はい、みんなと一緒にツアーしてたじゃないですか、はいはい、でだからもう今ツアーにはつかなくなったからね、ご無沙汰なんですよね、はい、うん、だから東京とかね、うん、いろいろ、まあ、今度は東京だけどね、はい、そういうところでこう鼓動のみんなと一緒に、はい、やってる姿をこう、はい、皆さんの前でこうご披露できるというかね、そういうところに、そういう鼓動のほらで鼓動のレシキのお祝いだからさ、前35周年の時ねあったじゃないですか、ね、ね、はい、その時は僕たちは出なかったんですよ全然、あ、そうでした、ね、一つ寂しい思いはしましたよね、はい、うん、いやそれは寂しいな、寂しかったミニア行ったんだけどさいや今回だから一人でもね、うん、それぞれみんな
あの出るような番、ね、をね、はい、あの企画してくれたんだよね。40周年企画ですよ、それを楽しみにしております、はい、いや僕たちもね本当に楽しみですよ。まだね詳細はね多分僕たち自身もまだちゃんと全部知ってはないですし、うん、まあ、40周年企画をやるってことは、うん、あのもう公表してるんですけど、うん、細かいところは ね, そうだねまだね僕たちも分からない部分があるんで、これから楽しみですよ、ね、楽しみ一緒に、うん、まあ、吉川さんと一緒に ねものづくりしたり音聞かせてもらったり話聞かせてもらったり、まあ、さっきの陽子さんのお話じゃないですけれども、一緒に過ごせる時間をより大切に来年は僕の話なしでしていきたいな。いやいや僕個人としても、うん、はい、まあ一緒にね、はい、一緒に今回もほら、はいはい、いつもほら忘年会、はい、忘年会っていうかね仕事納めして ね仕事納めみんなでね、一応 ここで去年もやったし、はい、うん、そういうお酒が一緒に飲めないって寂しいよねいや本当そうですよね、ね、もう本当に神さんに祈るしかないね、もう、まあ、そうですね、うん、祈って、まあ、予防しながらね、うん、でもまあね、吉川さんの太鼓は本当にみんなに元気を与えてくれると思うので、うん、子供メンバーだけじゃなくて、そうだ ね何かしらいろんなその生じゃなかったとしても、うん、まあ、EC みたいになんかオンラインだったり、うん、そうやって僕たちと一緒にね、うん、音出したりとかいろんな可能性含めてこれからやっていきたいですよね、来年もぜひ、はい、皆さんのね、うん、この皆さんのねこのアーセレベーションに向けてのね、はい、それぞれの取り組みっていうのは僕も本当に素晴らしいなと思いました。ほんまにありがとうございます、はい、ありがとうございます、はいはいはい、これもそうですけどね、このあラジオ ね, ラジオねありがとうございます。いやいや、はいはい、今後とも頑張ってください。いや一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。じゃああれかな、皆さんにせっかくなんで吉川さん、はい、カメラのどちらかな、ね、はい、はい、私は生涯現役で歌って踊って太鼓を叩きます。どうぞ死ぬまでお付き合いください。良いお年を。ありがとうございます。良いお年を。はい、それでは藤本よしかずさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。はい、笑顔になれます ね, こっちがね、本当にありがとうございます本当に、ね、今年のスケジュール帳持参で、ね、来ていただきましたけど、あのスケジュール帳持参したけど、うん、結局使わなかったですね。ここ落ち着きますもんね、それが収録する前にこう、はい、見てたんですけど、ね、すけど、結局使いませんでした。はい、はい、それでは、はい、次の最後かな、ラストですね、最後のゲストの方、大鳥ですよ、ご紹介して、はい、いきたいと思いますけども、ちょっとねパーソナリティ入れ替えはありますけど、そうだね、はい、次はあーパーソナリティ入れ替えて、お送りしたいと思います。はい、ということでここまでいろいろなゲストの方をお招きしてお話ししてまいりましたけれども、ラストのゲストということで、今年いっぱいで対談されます、草陽介を迎えてお送りいたします。ということで草助さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、します。おー、鳥を飾っていただきます。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。筋肉の調子はいかがでしょうか。バッチリです。ここからはねパーソナリティも、はい、草助さんのね、ご指名ということでどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、なんかね自分で言うのもなんなんですけども、うんうん、まあ陽介さんとはですね苦楽を共にそうです、ね、してきた仲なので、うんうん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、じゃあ草陽介スペシャルということで、はい、お送りしてまいりますけれども、ここからの時間帯はまずは自己紹介ということ で、ね、お願いいたします。はい、はい、ただいま紹介に預かりました、今年いっぱいで対談を決意いたしましたが、在籍ここまで10年、兵庫県神戸市出身の草陽介と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。します。趣味は筋トレ。最近ハマっているのはアミノ酸です。ハマってるのかアミノ酸です、ちょっとだけハマっている、これはどのジャンルになるんですかね。ハマっていることもの、まあその勉強してるってことですかね。なるほどね。アミノ酸摂取もするんですか。もちろん摂取もする。もちろん。なるほどなるほど。なるほどね。なんで筋トレを始めたんですか。うん、そうですね、私こう趣味が、まあ、筋トレと今、はい、まあ、豪語したんですけれども、はいはい、なかなかいないです。あの鼓動って、
そうなのよ。筋肉って筋トレするんですか、うん、よくね、こう取材とかで、はい、あの聞かれること多いんですよね。すごい体ですよね皆さん、はい、あのマシンで筋トレとかされるんですかって言ったらどう答えてんのいつも。いや、筋トレはしておらずですね、うん、あ、まあ太鼓を叩くために必要な筋肉はやっぱり太鼓を叩くだけでつくので、はい、本当に筋トレは一切しておりません。そう答えてますね私たちは、はい、しかしですね、こちらにおられます草井陽介さんは豪語されました。豪語されました。そうですね、はい、まあ基本的にその自分のまあルーティーンにはなっていて、はい、で始めたきっかけというのは、はい、まあ、父親もすごく昔からトレーニングが好きだったので、はい、中学2年生ぐらいの時からまあ陽介もそろそろどうやみたいな感じでそういう家系すごい DNA、はいはいはい、そろそろどうやで分かるんか。ジムにも通うようになりまして、で、まあ、そこからルーティンになりまして。あ、そうなんですね。で私はあの何かこう節目とか、はい、なんかそのそういった時に、まあ、人前で喋るみたいな時あるじゃないですか、はい、でそういう時って、まあ、始まる前すごいそわそわするんですよ。そうですね、はい、僕らも、まあ、緊張というか、はいはいはい、しますよね。でそういった時に僕はすぐ筋トレに逃げてしまうんですね逃げる、お酒じゃなくてお酒とかそ、はいはいはい、その不安を払拭するために、はい、不安になったら筋トレをしたんですっていうのがあって、まあ、今日はあのだから年末スペシャルで私が最後のゲスト、最後ですよ。もう体バツンバツンですさっきあの運動するたびにあの T シャツになってたじゃないですか。あの袖がパンパン。そうなんですよ。ここ最近そういう機会が多かったのでパンプアップが。調べてちょっと一つ質問いいですかどうぞ、はいはいはい、これあの年末スペシャル鼓動の締めくくりですよねそうですよ。こんな話で大丈夫ですかあの僕たちも聞いちゃうんで、ま、ああすいません、待って筋肉の話だけどもすごい聞いちゃうから、まもなく10分です。あ、10分経っちゃう今までの方がやっぱりそうですね、ま、長らくずっと見てたので、はいはい、今ちょっと大丈夫なのかなっていやいや、あの最後のスペシャルゲストなんで、いや、なんかやっぱりいいです、好きに話しても大丈夫。草助さんのお話ってのは聞けちゃうんですよね、はい、あのアースセレブレーションでもあの MC とかされてましたけれども、落ち着くんだな、やっぱりお話が安定してて。ありがとうございます。すごい聞いちゃうんで、あっという間に10分ということですけれども、はい、これもうじゃあこの自己紹介コーナーみたいな大丈夫ですかって僕から聞いちゃっていいんだけど、もうアミノさんはもう飛ばしていただいていいかなと思って。今のって見ていただいてる方たち8割筋肉の印象になってきちゃったんですけど。でしょうね。大丈夫ですかね。とりあえずそれで OK、はい、じゃあそのまま進めますね、はい、まあでも寂しいよね。寂しいですね。なんか10年間やっぱりいろんなツアーとか、まあ、鼓動の生活してて、やっぱりいろんなことがあったと思うんですよね。なんかツアーの思い出とかあったりはしますか。そうですね、印象に残ってることとか、まあ、その鼓動にいて、はい、あのさっき亮太郎とか陽子さんもちょっと言ってたんですけど、はい、まあ、つながることができる、うん、はいはいはい、これすごく鼓動で働く魅力の一つだと思うんですよね、うん、そうですね。で、まあ、僕個人のことを話させていただくと、まあ、その世界中に行っていろんなものを見ることができる、はいはいはい、自分が今まで手の届かないと思ってたものに生で出会えるっていうことが多々ありました。これも一つのつながるかなというふうに感じていて、僕はあの実は高校時代大学時代と美術の勉強をしていて、あの当時からあの画集っていうんですか、あの絵が世界の有名な絵がたくさんあの写真で載っているのを見るのが大好きで、見ながらですねずっと見てるとあのすごく惹かれる3枚の絵があったんですね。であのそれを見ていて、もうこれを僕は一生涯かけてもいいから見たいと思うようになったんですよ、うん、はい、あのもうこれが見られたら死んでもいいし、もう見られるんだったら全て投げ打っても、はい、絶対に見たいと、この3枚の絵、はい、見たいというものが、まあ、高校時代見つかったんですね、はい、で、まあ、紆余曲折を経て、はい、鼓動に入って3年で見られたんですよ紆余曲折を経て3年で見られた、はい、トントントンじゃないですか、はい、あ、じゃあ3枚ともですか。日本ですか、海外、日本で1枚、はい、海外で2枚。うわー、それすごいっすね。だから僕からしたら、はい、あ、見られたっていう感じ
だってもう一生かけての覚悟だったのに。そう、僕の人生設計では、はい、もう60代ぐらいになって、はい、は見た、よし死んでもいいって思うはずだったんです、はい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 、それが、はい、あ見た3年でこれはすごい あれみたいな。これはやっぱり古道のいい意味で人生設計を狂わされたという。なるほどね、うん、やっぱりいろんな海外とか、まあ、日本各地行ったりしますけどね。ちなみになんかその絵とかっていやのあ教えていただきたい。どんな絵画ですか、はい、ですね、1枚は、クリムトっていう方の接吻、はいはいはい、これオーストリアで有名ですね、はい、で1枚はあのミレーのオフィリアっていう絵、これイギリスにあるんですけど、はいはい、ポンポンと見ました。おっと、一つはですか。それはですね、一つはではなかったんですけど、はい、1年の中で見られました。あ2枚を2枚をすげえ。でもう1枚日本にあるんですけど、はい、和田三蔵っていう方の南風っていう絵ですね、はい、あの筋肉隆々の人が、まあ、真ん中に描いてあってかっこいいなと思ってもろちょっと後で調べてみます。はい、ぜひ、はい、すごくいい絵です。なるほどね。じゃあそこから、また新たに見たい絵っていうのは見つかったりしてますか。なるほど、そうですね、なんかパンパンパンと見られてしまって、はい、自分の中では、ね、あこうやって、うん、実際見られるんだって思ってからは、うんうん、もういろんなとこに行って、はい、何が見たいというよりも美術館があったらどんどん行って見るようになりました ね、はいはい、そうするとそこで好きな絵に逆に出会う。なるほど。でまた次来た時、来た時にもう一回見に行こう、はいはい、みたいな、そういう感じになりました。まあ、ツアーの醍醐味、そうですね、僕たちもそういうのあるかもしれないですね。翔さんと草助さんは2人でツアーの思い出とかあったりするんですか。ツアーっていうか、はい、僕はもうでも本当に入ったばかりのこの新人一番最初の頃に草助さんとは2期、ね、そうですね、離れているのでもう若手の村に研修所出て、はい、すぐの時村に着いて初めて着いた交流公演で直属の先輩というか、はい、ですごい鍛えていただいた思い出と、あとはやっぱり石見神楽じゃないですか。やっぱりそうだね、あの神秘というその舞台があったんですけど、はい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 、そこで、まあ、石見神楽島根県ですねに伝わりますこうオロチと、で草助さんは最近線の前であったりだとか、そうですね、その神秘以降も有限であったりだとか、はい、そういうところでされてますけど、蛇を二、うん、人でちょっと長い期間、はい、寝泊まりしながらその工房に実際、はい、岩見の方に行って、そうなんですよ、小林泰造さんっていう麺職人の方がいらっしゃいまして、はいはいはい、そこの工房にねお邪魔して、うん、もう一日中いろんな神楽の車中を見せていただいたりとか、そうですね、夜にはもう膝がすりむけるまでお稽古してやりましたね。もうすっごいそれが僕はあの時にいろいろ学ばせていただいたし、なんか2人でっていうところにおいては一番思い出かな、うん、なるほど、そうですね、いや僕も本当にそうですね、よかったよかった、若手の頃には結構翔くんには厳しく、はいはい、いやいやいや接して、はい、でもそうやって厳しくした後輩がまた成長して、うん、今ね研修所のこととか、そうです、逆に育成をする立場になるというのはすごく僕としては感慨深いことです ね、 そうですね、あとやっぱ岩見神楽、そうですね、岩見神楽、ね、小林泰造さんの座右の銘が、はいはい、日々勉強日々感謝っていう、うん、なるほど、うん、毎日いろんなものから勉強して、うん、それに感謝していく、これ結構古道のクラス学ぶ作るにも、うん、まあ、理念ですけれども共通する部分あるなと思って、そうですね、はい、で何を隠そう小林泰造さんはもう、はい、古道の大ファン、そうなんですよ、大好きですよね、ラジオも聞いてくれてます、多分反応早かったよね、はい、なんか生配信でもねコメントをくれたりしてくださってます、ね、すごい面白い方でね、うん、愛情たっぷりに接していただいて、うん、今でもまあこれからもねこのつながりはそれこそ草助さんが古道に運んできてくださったご縁だったじゃないですか、うん、なので僕たちはこれからそこをやっぱりもっともっと大切にしていかなきゃなと、そうですね、だってせっかくジャーもあるし、確かにできる人もいるし、うん、だしまた湯の津っていう地域にあるんですけれども、そちらの泰造さんの工房がそちらにね出向かせていただいてお稽古つけていただいたりと、こういったご縁を広げていくのも僕らのこれからのなんか情熱としていただきました、よろしくお願いします、頑張ってつないでいきたいと思いますんで、はいはい、そんな中ですが、はいはい、小林泰造さんからですね、はい、メッセージいただいております、はい、なのでこれ翔さん、はい、私代読お願いしてよろしいですか、はい、もちろんです、はい、いただきます、いきますよ、これサプライズなんですけど、サプライズでございます、はい、準備してなかったですけれどもね、さあ読まさせていただきます、小林泰造さんから、小林泰造さんから、草くん古道在籍10年
本当にお疲れ様でした。対談のお知らせを受けた時は正直驚きましたが、どんな理由であれこれからの人生も変わらず応援していきたいという気持ちになり、すぐにその決断を理解することができました。思い返せば15年前初めて石見神楽のオロチを見せた時、2日後には舞台に立ってもらうという無茶ぶりをしてしまいましたね。あの時の困惑した表情とメラメラと燃え上がる目は今でも忘れることができません。あれから鼓動を目指して佐渡に行き、鼓動メンバーとしてオロチを舞台に上げてくれるなんて、あの時は全く想像もしていませんでした。ワンアースツアー神秘有限、そして千恵子さんの千の舞と、この10年間で夢のようなジャマイの舞台をたくさん見せてくれました。僕にとって何よりも嬉しく大切な宝物です。本当に感謝しかありません。これから新たなお付き合いが始まりますが、古道と石見神楽、佐渡と島根が結んでくれたご縁に感謝し、また新しい世界を作っていきましょう。本当に10年間お疲れ様でした。今後のご活躍を心からお祈りしております。小林大蔵。以上でございます。ありがとうございます。いや素晴らしい。大蔵さんありがとうございます。大蔵さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。僕もまさかコドに入って、大蔵さんとまたつながれるとは思っていなかったので、一緒に、まあ太蔵さんも佐渡に来ていただいて稽古をつけていただいたことあるんですけれども、うん、はい、その時間が僕にとっても夢のような時間で、本当にこれから古道で受けたご恩を一つずつ返していきたいなと思っています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとサプライズは本当に弱いからね。いやあのね、読んでる方も本当にもう、はい、太蔵さんと僕も本当にお世話になってるので、はい、ぐっと胸が熱くなって必死に丁寧に読ませさせていただきましたけども、太蔵さんすいません、名前最初噛んじゃいました。これは絶対言われますね僕ね、はい、ごめんなさい、気をつけます。他のですね、リスナーの他の皆様方からもですね、はい、たくさんメッセージ、質問とかいただいているので、これバンバン紹介していきましょうか。はい、じゃあもう、はい、あのメッセージと質問コーナーに行かさせていただきたいと思います。はい、大丈夫ですか。ちょっとね、ちょ深呼吸しますね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ではどんどん参ります。はい、はい、いきますよ。僕もね結構グッときちゃってるから。好きな食べ物は何ですか。はい、焼きサバ寿司です。焼きサバ寿 司、ありがとうございます。いきますよ、どんどんね、どんどんいきましょう。はい、これからも筋トレを続けるのですか。はいはい、はい、続けます、ありがとうございます。いいっすね、いいっすね。なるほど、古道に憧れてる方なんですけれども、まあ、古道に、実際なってみたらどんな感じの実感がありますかと、こう、はい、なってそうですね、これちょっと長くなるかもしれないんですけど、はい、まあ、古道に入ることは僕やっぱり大学時代から夢見て、で、まあ、研修所に入って、で2年間やって結果が出た瞬間、本当に夢が叶ったっていう気持ちで、もう心がいっぱいになりました。でそこからはですね、感じていたのは夢の続きってこんなきついんだっていうことでしたね。夢が叶うとやっぱその先にやっぱ続きがあって、その続きっていうのはですね、自分が夢見ていたことが、僕は太鼓がすごい好きだったんですけど、本当に太鼓が好きなのか試されたりとか、芸能の人と本当にしっかり向き合う覚悟があったのかとか、そういったことをすごい問われることが多くなるんですね。それでもやっぱり夢だったものに、夢だった舞台に立つということは、自分はすごい喜びでもあったので、その夢の続きをしっかり歩み続けるっていうことは大変でしたけれども、でもすごく充実した時間が得られたので、夢の今古道に入りたいとおっしゃっている方、ぜひ夢を追いかけて、でその夢の続きもですね、引き続き一生懸命歩んでいけるように頑張っていただきたいなと、はい、思います。はい、ありがとうございます。
でこちらあの来年研修所を受けようと思ってますという方からもいただいてます、はい、何かアドバイス的なものをお願いしたいですということですけれども、今のことですよねやっぱり。そうですね、あと筋トレかな、はい、あそこはやっぱり抑えといて筋トレだ、 ある程度筋肉はまあこっち入ればつきますんで、はい、大丈夫。筋トレだって言ってんのになんで否定しちゃうの。あそっか、そアドバイスダメですよ、筋トレだ、ね、はい、筋トレが必要ですよ、はい、筋トレが、ね、筋トレだって言ってるのが筋トレです、はいはい、じゃあ次いきますよ、はい、メンバーになった当時仲が良かったメンバーは、あー舞台メンバーですかね、誰ですかということですけれども、はい、これもう歴代どなたでも大丈夫、はい、大丈夫、なるほど。まあ一人に絞るのは大変難しいんですが、はい、僕は本当に最初に入った頃はもうダメ中のダメで、何やってもダメで怒られっぱなしで、友達と呼べる方はあのすごく尊敬する先輩、あの育てようとしてくれる先輩はいたんですけれども、なかなかできなくて、でちょっと転機になったなと感じていたのが、あの坂本雅之さんが一緒にある芸能あの学びに何日か何泊して行こうよって誘ってくれて、でしかも2人で、でその小旅行の中で雅之さんと、まあ雅之さんももう辞められてはいるんですけれども、あのいろんな話をしたり、あのまあいろんな自分のずっと一緒にいるわけですから、一緒にお風呂入ったりとか、まあそういう数日ですけど一緒に生活することでとても仲良くなったと僕は思っていて、なので戻ってきてから雅之さんが自分と仲良くしてくれるっていうのが自分のまあ鼓動にいる中ですごい支えになったので、まあそういう意味でこの質問には坂本雅之さんと、はい、ありがとうございます。なるほどだそうですよ。そんな雅之さんですが、はい、お手紙いただきました。はい、ありがとうございます。本当、はい、質問コーナーの質問コーナーの途中ではありますけれども、坂本雅之さんからですね、はい、元鼓動のメンバーですけれども、こちらも、草洋介さんにですね、はい、メッセージ届いておりますので読ませさせていただきます、はい、僕は事前にこう台本を作る中でその仲いいメンバーって聞いてたので、うん、これちょっと雅之さんお願いしますってちょっと先日連絡して手紙届きました。はい、翔さんお願いします。結構たっぷり思いが詰まってますので頑張って聞いてくださいね。いきます。草くん上、長い間鼓動大丈夫ですか。いきますよ、はい、草くん上、長い間鼓動での生活舞台大変お疲れ様でした。なんだかんだ一緒に演奏する機会が一番多かったのは草くんかもしれないですね。そんな良きパートナーの草くんがいよいよ鼓動を離れると聞いてとても感慨深い思いがしています。鼓動在籍中にいろいろなツアーに行きましたが、一緒に回った2つの交流学校公演のことをとてもよく覚えています。一つ目はもう10年くらい前だと思うけど、まさみさんがリーダーだったツアーです。新潟で異常気象の猛暑が続く中、体育館での演奏は本当に暑くて辛くてきつかったですね。月曜から金曜まで毎日2回の公演、逃げ場のない異常な暑さと湿気の中、死に物狂いで一緒に三宅のソロや屋台囃子を叩きましたね。震災のすぐ後には東北にも一緒に行きました。目の前に広がる被災地の光景にただただ唖然とするばかり、簡易シャワーとテントでの生活、自分たちに何ができるのかも分からず、まともに演奏ができる状況ではなかったけれど、太鼓の音を聞いて元気が出たと喜んでくれた岩手の天さんたちの大きな笑顔に気持ちが救われたことをとてもよく覚えています。二つ目は小田洋介さんがリーダーだったツアーです。演出の無茶ぶりを乗り越え、草くんや同期のエリ、マリ、後輩のマヤも皆がとても輝いていたのが印象的なツアーでした。気がつけばみんな鼓動を卒業してしまいましたね。きっと本人たちはいっぱいいっぱいだったのではないかと思うけど、そんな必死な姿が伝わってきたのか、子どもたちの反応がすごく良くて、自分たちも手応えを感じられるいいツアーだったなと思っています。まだまだ思い出はいくらでもありますが、貴重な経験とかけがえのない時間を一緒に過ごせたことは
自分にとっても人生の宝物で、クサクにはとても感謝しています。ほとんどお酒が飲めないのにいつも酔っ払っている自分に付き合ってくれてありがとう。年下なのに生意気に説教ばかりしてごめんなさい。しっかりしているのにどこか抜けていて、男らしいのにいつもボロボロ泣いていた草くんだけど、持ち前のリーダーシップと優しさで後輩からも先輩からも信頼される存在だったと思っています。そんな誰からも愛されるキャラクター、そのままの草くんで今後もいてほしいなと思っています。この先どのような道に進むのか分かりませんが、新しい生活も落ち着いたらまた機会を作って思い出話や将来のことをたくさん話したいですね。焦らず一歩一歩、草くんらしく次の人生を歩んでいってください。そしてこれからも家族と仲良く健康に過ごしてください。 PS、 スマホのゲームで課金してまた奥さんを怒らせないように。みんな草くんの未来を応援しています。頑張れ草助、おめでとう草助。坂本正幸。素晴らしい、ありがとうございます。はい、正幸さんらしいメッセージでございました。いや、正幸さんからこうやって改めてこう手紙とかメッセージってあんまりいただいたことなかったので、はい、あの文章うまいなって思います。素敵な素敵な文章だなって思います。素敵な文章ですね、はい。でも気持ちがすごく伝わってきて、はい、もう僕もいろんな思い出が一気に蘇ってきました。うん、ありがとうございました。はい、正幸さんありがとうございました。すいました。まだまだメッセージの方たくさんありますのでね。またね、リスナーの皆さんからのね、はい、メッセージ引き続き、ご紹介していきたいと思います。はい。はい、それでは参ります。まあ、メッセージだね。陽介さんの笛大好きでした、ご健闘お祈りしてます、お疲れ様でした。と、綺麗な笛や太鼓の音ありがとうございました。初めて陽介さんの筋肉を見たとき、優しさが溢れ出る MC とのギャップがすごかったです。笑って書いて、はい、草くん本当にお疲れでした。学生時代から全然変わらない若さの秘訣は何でしょう、ということです。なるほど、はい、質問ですね。質問でしたね。なるほど、若さの秘訣、はい、若さの秘訣です。そうですね、はい、若さ、僕あんまりこう、まあ、人に言われてですよ、はい、僕はあんま自覚はないんですけど、肌が綺麗、はい、あ、そうですね、肌綺麗ってよく言われるんです、はい、本当に真っ白で、はい、はい、まあ、色白というのもあって、はい、特にスキンケアとかしていなくて、はい、寝る前本当に風呂から上がったらもう体ファーッと拭いてそのまま寝るみたいな感じなんですけど、なんかあの研修所の時に不公器ってやったじゃないですか。やりましたね。あの、ね、あえて、はい、肥料とかやらずに、はい、そうするとあの土地がこう、はい、自分から良くなろうと、はい、あの蘇る、蘇っていく、はいはい、という意味であんまり手入れしないっていうことが、まあ、肌の、はい、あの綺麗に保つ秘訣なのかなこれってあの全ての人に適用されるわけじゃないのかもしれないですけどそうですね、はい、ということで肌はお手入れしないでおこうという。だってまあ舞台に上がるっていうのはやっぱりすごく若さの秘訣で、まあ、はい、高度の人みんなあの若々しいと思うので、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、では次いきます。草助さんといえば鬼剣舞のイメージが強いですと。草助さんにとって鬼剣舞とは、というご質問です。はい、先ほどの吉川さんがゲストで、はい、来られていて、吉川さんの前でお話するのはすごくおこがましいんですけれども、はい、僕も鬼剣舞が大好きで、これは学生の頃にあの出会いまして、そこから研修所で今メンバーになってと、なのでまあ15、6年近くあの剣舞の稽古というかあの続けているんですけれども、はい、あの剣舞のまず好きになったのはまずかっこいいから僕は入ったんですけど、そのかっこいい踊りっていうのが突き詰めていくと本当に深くて、はいはい、踊っても踊ってもうまくならないときに急にうまくなれたりとか、かと思えばじっくりじっくり練習していって、あるとき急にちょっと良くなったなって気づけたりとか、なんかいろんな動きがまあたくさんあって、基本的にはまあ上下の動きなんですけれども、はいはい、それをこういかに綺麗に
いかに効率よく踊るかっていうところにすごくまあ深さがあって、はい、でどんどんハマっていったんですけど、はいはい、さらに自分の好き度合いというか、はい、そういうのを深めさせてくださったのが地元の方ですね、はい、これ岩手県 の北上地方の岩崎というところで、はいはい、鬼剣梅自分たちが習っている場所があるんですけれども、まあ、北上地方というのは広く鬼剣梅があって中でもまあ岩崎というところに自分たちは習ってるんですけど、はいはい、そこに行った時にもう生涯をかけて剣梅を土地で守っていく人たちに出会ってからさらにハマりましたね。ハマったというとちょっと言い方軽いんですけど、はい、なんか、まあ、自分たちが行くとまずすごく歓迎してくださって、はい、稽古ももちろんつけてくれますし稽古が終わったらまあ、飲みながら、はい、いろいろ話をしてくださるんですけど、はい、ちょっと長いですか？大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。ちょっと思いがあってちょっと話したんですけどその方たち の普段 の、はい、話してる感じといざ扇子を持って刀を持って踊った時 の、 あのギャップ、はいはいはい、あれがすごくかっこよくて、はい、なんとなく扇子を持ってなんとなく踊り始めるんですけどバシッと腰が決まって、うん、で躍動感のある腰の動き、はい、もうこれに魅了されてもうそこからさらに古道でもずっとで佐渡鬼剣梅っていうのが古道にはじゃなくて、はいはい、佐渡にあって、はいですね、そこも吉川さんがリーダーで、はい、まあ、庭本というんですけど、はい、やってくださっててそこにも参加したりとかして、うん、もう自分のライフワークですね。筋トレともう本当に争うぐらいの剣梅がちょっと上ぐらい、お、はい、なるほど。剣梅の方が筋トレを超えているとそうですね、はい、なるほど。僕にとってはそんな存在です。はい、ありがとうございます。ということでございます。はい、最後にしようかな。だんだんね、はい、そうですね、最後、古道を退団して次に何かやりたいことがありますかということですね。なるほどですね、ですね、はい、これまあ、僕いろんな方と出会いがあったという話もしたんですけど、はい、愛媛に、はい、みやびというチームがあって、そのみやびの前代表の方の、はい、田中さんという方がいらっしゃって、うん、その方と僕はいろいろ交流する機会が多かったんですけど、はい、普段はですねすごく普段からスーツを着て、バシッと決めて、草くんこれはこうでこうでみたいな感じの方なんですけど、はいはい、お酒を飲むとですね草ちゃんみたいな感じになる方なんです。変わっちゃう、変わっちゃう方、はいはいはい、そういうタイプの人ですよね。草ちゃんってなってる時に、はいはいはい、草ちゃん40過ぎたら社会、なんだっけ、社会貢献だよ、はいはいはい、って言われたんですよ、はい、でその言葉が僕すごく残っていて、田中さんからはまあいろんなアドバイスとか素敵な言葉いただいたんですけど、はい、自分が何かいざ次何か始めようってなった時にその田中さんの草ちゃん40過ぎたら社会貢献だよが降りてきて、はい、なるほど。で僕今37なんですけど、はい、まあ古道離れて、はい、まあ、3年ぐらいでなんとか自分の基盤を作って社会貢献が今後40あたりからできたらいいなって思ってます。なるほど、はい、いやそちらもね全力で僕たちはね新しい道でも頑張っていただきたいと思います。はい、ではじゃあ質問コーナー以上ですかね、はい、ただ最後にもう一人だけメッセージをくださった方がいますんで、ちょっと紹介させていただきたいと思います。今現メンバーの石塚充よりメンバーじゃない手紙もらってますので、はい、お願いします。はい、では最後読ませていただきます。みずるさんよりお預かりしております。草助くん、佐渡にわたって11年間お疲れ様でした。近い世代のメンバーが次々に対談していく中で、草助とは年齢もキャリアも近く長年一緒に頑張ってこれた。何でも気軽に相談できる仲間だったので、僕としてはもっともっとずっと一緒にやっていきたかったし、本当に寂しいし残念ですが、草助がとことん考え抜いて決断したことだからもう反対はしていません。研修所に入ってきた一番最初の頃から今の今までずっとまっすぐで、何事にも謙虚で誠実で愛情深く、自分がこれと思ったことは何一つ曲げないし手放せない、そういう男だって印象がずっと変わってない。それってすごいことだと思います。すぐにあっちこっちに流されやすい僕には
いつも草助が眩しく羨ましかったです。まだ若手の頃に鼓動をやめますと口にするくらい行き詰まっていた時期もあったけど、そこから本当によく頑張ったよね。あそこからの踏ん張りが今の草助を支えているんだなってずっと見ていて感じています。そういう草助だから後輩たちもみなついてくるんだなって思っています。頑張ってよかったね。同期のマリちゃんよりもご飯が食べられなくてへこんでいた時期もあったけど、今はそんなにムッキムキな肉体を手に入れたからもう大丈夫だよね。わら。これからどんな道に進むのかわからないけど、どうか体に気をつけて素敵な奥さんと天使のような娘さんと3人仲良く幸せに元気で頑張ってね。鼓動も僕も負けないように頑張ります。みつるということでした。ありがとうございます。みつるさんありがとうございました。ありがとうございます。危ない。みつるさん本当に自分があの対談のことをみつるさんに話した時に、うんはい、もうすごく残念がってくださって、あのやめてもいいよ、でもやめるのやめてもいいよって、はい、言ってくださって、はい、まあ、僕はまあそうですね、太鼓がドセンターで打てるような人じゃないし、演出を良くするみつるさんからどう見られてるのかなってすごくいろいろ考えてる時もあったんですけど、でもみつるさんにまあ相談するといつもあの自分の気持ちになってくれて、すごく明快な答えを返してくれて、本当に鼓動、まあ、僕最初も言ったんですけどダメダメだった時からあの自分の心の支えになってくださった方ですね。はい、ありがとうございます。はい、僕ちょっとね泣きそうだから、はい、空気取ったのも。そうですね。こちらのみつるさんが書き上げてくださった文章なんですけど、これみつるさん書きながら号泣してたそうです。それをもらった僕もちょっとあのツアー中ホテルでちょっと泣いちゃって。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では最後になりますが。はい、草助さんがですね今まであの応援してくださったお客様にメッセージお願いできますでしょうか。はい、はい、今こういった局面に自分が立った時に、いろんな人の顔が思い浮かびました。僕は本当にそうやっていろんな人に支えられて、そういった方たちがいたからここまで頑張ってこれたんだなと、心から思っています。そんな人たちが鼓動の公演を見て、少しでも笑顔になったり、元気になったり、してくれていたら僕はこんな幸せなことはありません。これからも、鼓動の公演見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当にお疲れ様でした。まあ、また新たな道でも頑張ってください。鼓動一同応援しております。はい、はい、さあですね、はい、はい、では今年のラジオはこれにて終了でございます。終了ということでございます。はい、本当にね、今年始まったこういったラジオですけれどもね、はい、見ていただいた皆様本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたしますということで、はい、最後ですね、まあ、最後はみんなでいきましょうか。マクサスケさんもまた新たな道でも頑張ってください。はい、はい、この一を応援しております。はい、じゃあエンディングいきましょうか。はい、はい、じゃあ小池お願いします。それではエンディングです。さあ、ということで年末特大スペシャルとしてここまでお送りしてまいりましたが、皆様いかがでしたでしょうか。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響により皆様にとっても本当にいろいろなことがあった1年だったのではないでしょうか。私たちも活動の制限がある中ではありましたが、少しでも皆様に元気や鼓動の音をお届けできたらと、さまざまな企画をみんなで話し合って行ってまいりました。来年は鼓動創立40周年ということで、いろいろな企画、そしていろいろな公演を予定しています。またね、このラジオなどのね、 YouTube での発信や Instagram、Twitter などでの発信も積極的に行っていきたいと思いますので、公演と一緒にぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。ということで、いよいよ年末特大スペシャルも大エンディングとなりました。はい、じゃあ最後にですね、みんなで締める前に、うん、鼓動代表の船橋雄一郎よりご挨拶申し上げます。それでは雄一郎さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、鼓動代表の船橋雄一郎です。本年は日本中、世界中が大変な状況になってしまいましたが、私たち鼓動も今なお厳しい状況が続いておりますが、皆様の温かい応援とご支援のもと、このようにみんな元気に年の瀬を迎えることができました。改めて感謝申し上げます。来年は創立40周年を迎えます。この先50年、100年と太鼓の響きを届けられるよう、みんなでグループ一丸となって頑張ってまいります。皆様が来年また良い1年になりますよう記念し、引き続きのご支援と応援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。本当に今年1年ありがとうございました。はい、ゆういちろうさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで最後はね、うん、ここにずらーっと皆さんいますけれども、みんなでお開きとさせていただきたいと思います。はい、はい、ちょっとね、堅苦しい感じで、ね、最後なんでね、思いっきりみんなで思いっきりやってください、ね、届けようと思いますけれども、はい、2021年が皆様にとって良い1年になりますよう、鼓動一度願っております。それでは皆さん、良いお年を。